しょえっ、ー、と繋がったかなどうだろううんうんうんそう、はい来ましたはい、えー、皆さんこんばんは、えー、片目のダースのおじきことダースレイダーです、えー、今夜はですね、えー、と国語教師にして批評家でもある矢野敏博さんをお招きしてですね 矢野さんのご本、学校する体。まあ、この本を、えー、と軸にですね、いろいろと学校とは何かっていうことを改めて聞いていきたいと思います。矢野さん、お,しお久しぶりです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。おふさがしてます。あの、矢野さんはね、前僕の同級生の村野と、はい、はい、提談みたいな形でね、そでね特にそのコロナ禍が始まったばかりのタイミングで、えー、リモート化していく教育現場、 えー、弊害だったり、まあ、あの時期ね、ちょうど全国一斉休校があったりとか、なんかそういったこともあって、この先、ね、どうなるんだろうっていうタイミングで一回お話を伺って、うんそ,ね、そしたらですね、その後この学校する体という本を矢野さんが出すということで、えー、でその帯のね、光栄なことに帯を、ね、いやいありがとうございます素敵な帯をだきました。えー <laughs> はい、これがね、あのー、だからちょっと、ちょっと早く読むことができて、うん、あの下ラの段階で、あのー、読むことができて、すごい面白かったから、えー、学校、僕は学校業好きだったんですけど、学校ってそもそも何なんだろうっていうことは、はい、なんか、つどつど、娘もね、あのー、上が中学、下が小学校に入って、ある種、親、 親保護者的な立場の当事者にもなってみたいなね。えー、それまで通う通う側だったんですけども。えー、で、柳さんはまあ教師という形で関わってもいるというの、ね、で、ちょっと学校って何なんだろうっていうのをもう一回ね、うん、伺っていきたいと思います。はい、はい。お願いします。よろしくお願いします。あ、そうだ。どこ行ったっけな。矢野さんのあのコミックス物の。あ、ありがとうございます。あれ、あ、いや。 ありますかあ <laughs> あの実は、ね、矢野さんだから国語教師でもあるんですけどもまああの文芸音楽の批評もされていて特に、ね、音楽は実はかなりマニアックなものをね <laughs> <laughs> からいろいろと扱っているというねいトークイベントを最初にやったのが一番最初にお話しした、ね、あそうですね、LL 教室でしたね。はいはいはい うん、あれ、会場どこでしたっけんあん時は、あん時は、ええー、阿佐ヶ谷かな <laughs> 阿佐ヶ谷の、はい、箱で。なんか96年かななんか1996年,、ね、年っていう、えー、と切り口その年に何があったのはい,、はい、はい。で、96年はまあ、単品キャンプもあってとか、そういう話で、まだ、うん、スレダーさんにあの声掛けして、ヒップホップの話中心にいろいろ。 あのー、お話聞いたっていうのが、あのー、初めましての時でしたね。はい、そうでしたね。あの時だから、ユーザーロックさんのね、うん、サウンドトラック96っていう、まあ、それこそ僕にとっての教科書のようなアルバムが出た年でもあって、うん、うん、なんかね、そこでお話ししたのが最初でしたね。あれもね、なんかずっと続いててね、あのあの時も、あのお客さんに、はい、 の中高の同級生のパートナーの方がね、あーそうですかお客さんできてて、はじめましてって言って、ね、あーつって、<laughs> なんかすごい <laughs> もう、その同級生とはまあネット上ではつながってるけど、は卒業以来いま、はい、だに会ってはいなくて、あーそううなんですねう、うん、でもパートナーの方はなんか一人で聞きに来て。 すごいびっくりしたっていうね。ああ、そんなことあるんだ。みたいなね。こともありましたね。う,ねうん。だからね、あのー、ま、あ今日ね、だから、えっ、ー、と、今日が2月の6日で、ちょうどさっきつないだばっかりの時も矢野さんに聞いたんですけど、まあ、まさに今ね、あの受験シーズン、中学受験が大体ね、二、ね、月の頭にあって。ですね。で、この後高校受験が。うん 僕が、えー、勤務しているところがあの中高一貫校なもので、うん、中学校受験と高校、うんまあ、中学校入試と高校入試と、まあ、両方あるんですけども、まあ、そういう意味では2月の頭から、うん、まあ来週ぐらいまでは、わりとこう入試シーズンって感じがしますね。うん、これ、試験って、国語教師として、はいこれそ、そもそもな疑問なんですけども。えー これあの試験問題の作成っていうのは、はい、教師が担当するんですかはい、基本はそうですけど、でもなんか、いろんな形あるようで、外注とかもあるらしいんですけど、うんうん、まあ多、多くの学校、自前で作ってると思います。じゃあ、あのー、矢野さんの場合は国語なので、はい。国語の問題作成、テスト作成とかにも関、携わります。はい。はい、おお、なんか、すごい、あの話せる範囲にいいんですけど、はい。 いつぐらいからテスト作り始めたりするんですかだからそどう、どうやって作っていくんだろう、うん、分,分担とかもあるんですかね、うん、そうですね。まあ、これもいろいろだと思いますけど、一般的には分担して、で、うん、えっと、で、まあ、夏に、夏に作って、秋には入れる、入校するって。で 戻ってきて、また検討を何回も何回も検討するみたいな感じだと思うので、うん、えっと、うん、まあ大体こう、もうテストが入試が終わるのがまあ,あの2月ぐらいに終わるとして、2月から3月に終わるとして、そしたらもうなんとなくですね、もう次どういう系行こうかな来年はちょっと考え始めますね、もう、あの、終わった瞬間が。<で>終わった瞬間にはもう。で,で、多分、うん えっと、まあ、国語教員で言うと、多分なんとなく頭の片隅に、うん、え、これ、うん、あの、入試でいけそう、入試でいけそうな文章っていうのが、なんか自分の好みとはまた別にある <laughs> 感じがあって、うん、なんか先輩と問題向きみたいなやつですね。で先輩とかは、うん、あのー、うん、知り合いの先輩とか、こう見た瞬間に、 大体これで何問いけるなみたいなのが、大体いい分かるとかって <laughs> いう人もいるぐらい。そうから問題が何個作れるみたいな。はい,はい、はい、そういうなんか、うん、特殊能力みたいなのがだんだんこう、こう、埋込まれてるね。<laughs> 僕ちょっとその意気じゃないんですけど。ただまあなんとなく、これは問題向きだなとかっていうのはちょっと意識するのがちょっと頭の霞に一年中あって。うん、で、それを見つけると、あ、これいけそうだなっていうのはまあ候補にして、で、実際にまあ夏前から夏ぐらいに、 作,り作って,って感じですか、ね、なんかあの私の場合は夏休みに、まあ、作ること多いですけど。はい、えっと、か中学の,あの国語の試験だと、国語っていう感じで、はい、高校の試験とか行って、古文とかそういうのも入るんですか、漢文とかあそうですね、あのーまあ、教科書にある範囲でいくと、中学校の古文っていうのは、教科書にはあるんですけど、うん、古典文法があるわけじゃなくて、 あの現代語訳があるっていうのが文科省的な、うん、あの立て付けなんで、うん、まあそれ以上には出ないですよね。試験で、さっきそのすごい特殊能力の先輩もそうなんですけど、えー、文章を見つけるっていうのって、えー、そのどういうテスト用にいろいろ文章を当たるって感じですか、それともなんか普段いろいろとにかく、とりあえず読んでるものの中からテストにつくるうん、うん 使いそうなものが出てくるって感じなんですか多分、あのー、普段から、まあ、普通に趣味としていろいろ本読んでて、うん、で、うん、その中で見つけることもありますし、あのーうん、ちょっと何て言うんですかねあのいよいよちょっとこう考えなきゃなみたいな時にまだいいのがない時は、うんあのー、割とこう探すために本屋とかはちょっと行きますねあと自分の本棚見てたりとか。うんうん うん、ちょっとさあの探すモードになって読んだりする時もあります、うん。えっと、で、まあなんか夏ぐらいに大体なんか入校っていう形をで言いましたけど、これはどこにさ、えー、その学校のなんかテスト管理委員会みたいなのがあるんですか入試、入試委員会みたいなあ。えっと、まあさっき入校って言ったのは単純に印刷会社に入校するっていう。 形で。うん、あの、まあ、なんか本のできるプロセスと一緒ですけど、印刷会社に入稿して、で、それがゲラになって戻ってきて、で、ゲラをみんなでチェックしながら、この問題、やっぱ言い回しこっちの方がいいかなとか、そういうことを、まあ、やって、うんえー、で、それを何回も何回も、割とこう、繰り返して、えーうん、で、最終的に、最終入稿っていう形で、うん、入れるっていう感じですかね。 大体、人の文章を使うわけじゃないですか。えーえー、そうするとその、なんだろう、許可みたいなもの出版社に問い合わせるって感じなんですか、あのー、入試はやっぱりトップシークレットなので、えー、例外的に、うんあ、例外的なのかな、あのー、例外的に確か許可はあと、いいあっ、そこそこ<ー>、使いましたりい,いのか。 はいでそれもたぶん、過去問として、あの僕のなんか、うん、ジャニーズと日本っていう本を昔出したんですけど、それもあの大学入試に出たことがあって、その時もそうだったんですけど、過去問として収録するときに、その過去問出してる出版社から連絡が来るっていう形でした、うん、学校からはなかったですね<あ>、はい、出題自体は、まあ,あなんでしょうね、著作権フリーじゃないけど。ははい、はいまあ別にそ,そ,、ね、そこあの なんだろう、その問題自体がね、利益を生んでるわけだよね、受験料とか払ってるせよっていうことでしょうね。なんかそうですね。はい、で、本になったら売り物になるから。はい、はい。それは印税とし,金税としての、著作権者への印税の話として、うん、あの、ね、うん、来た。で、それで初めて知ったっていうことが過去ありました。うん、おこれ、本当、あの、事後連絡だとして、すごい、 あの国語の問題って、例えばここで主人公が考えていることは何かとか、えーえー、この風景が、まあ、指している、うん、どこのことを描写しているかとか、この心臓、この時の気持ちを述べようみたいなのが出るんじゃない著者が、うん、違うんですけどって <laughs> なることってあるんですか要はもう、ねね、過去問として出されるってことはす、回答をセットに。 はい、で、そのいや、こんなんじゃない、こうじゃないよみたいなことってあるんじゃないですかね。あるんじゃないかていうかあの、これもよく話すんですけども、えーうん、授業で生徒に話すんですけど、まうん、基本的によくある誤解としてあの、作者はどう思ってますか型の、まあ、一般的なイメージで、うん、作者はこ,これはどういう,こう意図で書いてますかみたいなものって、うん、問題としては去年、まあ、な,ないんですね。うん、あの そういう問題、基本的に NG N G だし、やっぱやっぱ作者に聞かないと分かんないことなので、うん、そういう出し方って普通しなくて、うん、さっきおっしゃったようにあの、この登場人物がこの時どうであるみたいなことをまあ問うことが多いんですけど、うん、あのまた僕の話で申し上げるとそのジャニーズと日本っていうのを出したときに、僕が文章中にですねあのひ、カタカナ表記で日本って書いていて、でそのうん にそれがカタカナ表記であることのあの意図は何ですかっていう問いが出てたんですね。はい,はいはいはい。で、これ僕からすると結構 NG な聞き方で、あの、意図って言っちゃうと、うん、あのー、うん、本当にこう明確に意図の話になっちゃうから、うん、あちょっと歩き方な,なとかって思いながら、で、選択肢がこう並んでるんですよ。うん、で、うん、あの、文章中にこうカタカナ日本にした意図はですね、僕明確にあって、うん、あのー、うん あえっ、ー、と、講談社現代新書の本なんですよ。ジャニーズと日本っていう本が。で、えっ、ー、とー、まあ、批評家の佐々木厚さんが、講談社現代新書で、カタカナ表記で、日本の音楽、うん、日本の思想、日本の文学っていう、カタカナ日本三部作みたいなのを結構出してて、うんうん、それになぞらえてたっていうのが僕の意図なんでよね。 <laughs> るなるほどその同じそ、ね、で佐々木さんは僕も読者だし面識もあってちょっとオマージュ的な意味で、うん、あの片側にいっぱいあってでもそんな選択肢もちろんなくて。うん ただこう。<laughs> これ選択肢にそれ入ってたら、引 <laughs> っ掛け癖みたいな、<laughs> なわけあるかいって思いそうですよね。<laughs> うん、<laughs> それで、まあだけど文章を読めば、その時に、あのー、その日本って書かれてるのが、とこの該当箇所は、あのー、まあ、いわゆる一般名詞、こういう名詞として日本というよりは、 えっと、戦後の、えー、戦後でアメリカの占領下であって、アメリカの文化に影響を受けたあ、そういう日本っていう文脈出てくる日本に線が引いてあることは分かるので、戦後を読めば。うん、なので、選択肢でそういう内容があの一個あるので、まあ、これが正解だろうなと思うんですけど、思うんですけど、それを意図って聞いちゃうのは、基本的には、あ,あまあ、こう、問題としてはちょっと危なく、あのつまり突っ込みどころがあるなっていう、あのね、っていう感じなんで、 っていうところです、ね、ちょっとテクニカルな話なんですけど、逆に言うと、今の質問で、その矢野さんの文章で、カタカナ表記の日本、でもちろんその佐々木さんの本からのサンプリングだっていうのは、多分出せないとして、うんえー、そうそのあの問題の聞き方、あの意図ということではない聞き方としては、テクニカルにはどういったものがあり得たと思いますああ、なるほど。 それは、えっと、ここで意味している、えー、日本について当てはまるものは何か的な言い方とか、そうですね。あの、答えさせたい、うん、えぇ、ー、文章独立して単語の穴埋め問題にしちゃうとか、そういうふうに多分、なんかこう、考えますかね、僕だったら。 答えさせたい文章っていうのが今、ね、矢野さんおっしゃった。はいはいはい。こ、ね、れが問題を作るときのある種の視点になるっていうことですかそうですね。うん、あのー、そうですね。答えさせたいみたいな、この方向性のことを、うん、あのー、うん、ちゃんとこう、 読み取っているかどうかを知りたいみたいな発想の仕方はしますね。小説にしても評論にしても、この場面によって、うん、それってもう、あの作成者の、うん、まあ小説は特にそうですけど、しゃ作成者の、えっと、もう読解の方向性が入ってるんですね、うん、そこに。なんで、えっと、まあそういう意味では、まあ特に小説そうですけど、 えー、小説の一場面なり、えーまあ、全体なりがあってこの場面をまずあのこういうふうに、えー、と作成者として自分がこう読解しますというのがあって、うん、でこれがあまりにも、えー、とラディカルすぎると良、えー、くなくて、まあ、基本的にこう読めるだろうなぐらいの範囲の中にある読解の方向性というのは、うん、ま,あまず前提としてあって、うん、でそれに沿う形でこう 説問を作っていくと。で、この読解の方向性が必ずしも著者が意図した方向性と一致するとは限らないです。限らないですけど、えっと。ですよねそ,そ,<の>それは問題作成者の読解として、えー、まあ僕の場合は割り切ります。割り切り。で、まあそんなに間違ったことは言わない,言わないけどねぐらいな感じで。 ただ、もうこれは、えーえー、作成者である、俺が読解したものとして提示すると。うん、で、その方向性で、説問を作っていくので、聞き方もそれに、えー、そこからこうぶれないように、一義的になるように、かなりこう、なんていうんですかね、明確化した上で聞くと。うん、この聞き方だったらこれになるよねで、選択肢の場合は。 だから、この聞き方の、この聞き方であるっていうことの、え論理展開を抑えられてますかっていうことと、この聞き方っていう視点で文章を捉え返したときに、この場面こう読みますよね。ここにこれとこれがあるから。みたいなことを組み合わせたときに、正解これしかないよね。っていう形を、なんていうんですかね、導くというか。なんか、そんなイメージですかね。 なるほどその選択問題の場合の選択肢っていうのは、これ、いくつ用意するかっていうのは、なんか規定はあるんですか規定は多分ないんじゃないですかね、まだいたい一般的に3から5って感じですけど。で、選択肢の幅の中で、まあ、今言ったように、まあこのその作成者のロジックで読み方で言ったら、こういう読み方になるから、ここにこれとこれが書いてあったら、この部分の意味するものはこうなりますっていう。 その選択肢の、そう、あの、要は不正解の選択肢のはい、はい、作るわけじゃないですか。えー、ここはな、なんなのなんとなく遊びの部分があるっていうとちょっとあれなんですけど、なんかここがちょっと楽しそうな気もする。と <laughs> <laughs> あれなんですけど。まあ、まあ、だから正解は、こう投稿だとこう読むしかないよねっていうのが正解で、例えば選択肢じゃうにそれを入れるとして、ああ、いいえで、あの、うん、おで、何を書くかっていうのは、これを、<laughs> 僕がね、どういう考え方するんですかその時。なるほど。ああそうですねまあ、一般論としていますね。一般論として言うと、うん、まず、えー、っとですね、えー、作成者の考えでいくと、うん、本文を読まずに選択肢だけ読んで、えっと答えるやつは良くないなって思うんですよ。だから、うんうん えー、選択肢だけ読むとそれっぽいみたいなものは、まず。<laughs> それっぽいせん答えんですね、まあ、なんか。あの、それは、<laughs> まあ、学校的な文言い方っていうか、学校でよく言われてそうな何かみたいなものを、うん、あまあ、あ文切り型の何か、文切り型のを入れとくっていうのは、まあ、パターンとして一個。なるほど。はい。で、もう一個は、ちょっとこう、えっと、 そうですね、まあ、これはかなりこう上級的なあれですけど、うん、この文脈とこの文脈があって初めてこの本文だからこの文脈と、うん、ああこのまあちょっとね抽象的ですけどこの線引いてるここの場面を読む時にはこの文脈とこの文脈を押さえて読まないとまあダメだよねって、うん、まあこちらは考えてて、うんうん、でその時に嘘選択肢はこっちの文脈だけ読んでる。うん たらこうも言えるかもねみたいなあたりをやるみたいな、うん、なんかそういうひ、うん、まあ若干引っ掛け的なあのここちゃんと読み飛ばしてないよねみたいなところは、うん、1>, あの1個マーカーそういうなんかグラデーションがありますねでさらにそれで文字数をすべて合わせる美学とか何か文字数何文字以内とか何文字で書けみたいなのありますよね <laughs> はいはいはい あのそれ <laughs> そこももう美学的な領域なんですね <laughs>、まああの。今っていうのはああいうとかあるじゃないですか。うん、そのああいう絵をの嘘選択肢と本当選択肢の品種と文字数をいかに美しく合わせるかとか、ねうん、<laughs> そういう <laughs> の話とか <laughs> まあこれは別にもう、うん、なんていうか美学的な話なんで全然規定も何もないんですけど、うん、そういうなんか時もあります。 うん、な,んなんだその問題用紙の美しさ的な話とかみたいな話ですか、ね、それはここがるのここビジュアルのここが <laughs> 一文字ずつ増えて,てだんだんになってる美しい,い,いねとかここだから <laughs> そしたらもう一文字増やしたいねとかなんか割とそういうこと言ってたりもし, <laughs> してますねあのあーなんかそれいいですねの職場では問題用紙多分ね徳川の 多分問題用紙の美しさとかに <laughs> 気づく余裕がな,あない子が多いと思うんですけど。<laughs> ね、最近はなんか自分とかってなんか、あのー、このこの,もんこの問い方おしゃれだねって、なんかおしゃれっていう概念がなんかで,できてきて。<laughs> おしゃれな,な <laughs> おしゃれれ。れシすよあ、これおしゃれだねっていう。<laughs> これもうちょいおしゃれにしたいねとか。おしゃれって謎概念がちょっと出てきて。わかないうちはノリですけど、それは。<laughs> はい うん、こうあの要はテストが、まあ、例えば1日にテストがあったとして、えー、でこれ、回答用紙が集めて、で採点っていう,も、えー、どう、なんか最近は結果が出るのも早くて、僕の娘はなんかネットで、あのまコロナ対策もあって、なんか学校ではり出さないから、ホームページにで回すみたいなので。 夜、もう8時ぐらいには、受験番号をクリックすると合格、不合格が出るみたいな。はい、それはそれで結構ね、あの、あれだったんですよ。僕、あの娘、一時落ちたんですけど、はいはい、僕が最初にこう、うん、受験番号を押そうと思って、あ、でも、こっちは先に見るのもあれかと思って、うん、<laughs> その、スマホ渡して、じゃあ見てみな、みたいな。 ね<や>これはね、ね結構な緊張感のある時間で、でね、これ、ね、ね、なんか、あの肛門くぐって発表を見て探してた時の方が、はい、ある、ない、まあなかったとかっていうときも、なんかこう、あのなんだろうな、僕自身の場合は、東大学の現役の時は落ちてたんですけども。ね あの自分の周りの番号がごっそりなかったので、<ー> <laughs> まとめて全員落ちてんだ、これ、みたいな <laughs> あのあの。すぐ分かったみたいな <laughs>、うん。自分の周りの番号丸ごといないみたいなね感じはあったんですけどもえ。それって受験番号やるとあの合格不合格みたいな感じで、どーんとこ出る感じなんですかあ、あの、娘の時ですかはい。あ、そうですね。なんか受験番号をクリックすると、次のページに飛んで、えー、あなたは、 あのー、えっ、ー、と残念ながら不合格です,<ー>ですと合格ですがポンって出るっていうシステムでしたね。いやー、うん、そうですね。ちょっとね、緊張感ありますね、それはすごく。緊張感ありましたね。<ー>まああ合格、あのーつ 2時で合格したんですけど、2時はだいぶ、かかったんだから、えー、もう2はちょっともうだめなんじゃないかなとか思ったの2時で合格してたときは、あの本当にうん、うん、飛び上がったっていう <laughs>、文字通り飛び上がったみたいな感じで、ーうわーっとけた。まあね、これはね、でも、っていうことは、結構もう速やかに採点してるってことですよねそうですね。 うんこれもうだから試験が終わって、その科目の試験が終わったら、その担当の教師がばーって集まって採点作業に入るみたいな感じですか。そうですね。だから国語、そうですね、1時間目国語だったら、1時間目が終わった瞬間にも集まって、2時間目がやって最中にも始める採点するよ感じですね。 これさっき言ったその美学的な説問だっておしゃれな聞き方とかっていうのに対しての反応が答えなわけじゃないですか。えー、そのね回答者がどうそれにそのおしゃれな聞き方にどう反応してくるかみたいな。<laughs> これでも最低、まあ、はまあまずはでも結果をちゃんと出して点数を出してあげなきゃいけないから機械的にやるとして。はいこう ね引っ掛け問題とかも含めて、なんだろう、その、えー、あみんなここできてねえなみたいなのとか、考え、うん、これ難しいと思ったのが、わりとみんなできてるみたいな。えーうん、そういう感じっていうのは、やっぱり採点しながらあるもんですかありますね、ありますし、うん、作ってる時から、ここはどんぐらいなのかなとか、ここは、うん、まあ、なんか、あのー、なんていうんですかね、初歩的な、ここは8 一割、9割正解する場所とか、うん、ここはもうちょい半分ぐらいかなとか、ここはかなりもう、むしろ、何、えー、て言うかね、取れる人取ってね、うん、みたいなのは、なんとなくこう、作りながらお思うので、うんいや、特にこれは正答率少ないだろうなって思いながら作ってるやつとかは、まあ、そういうのが、うん。 まあこれ、まあこれ個人的な話ですけど、そういうのが自分の中で、あこれいい問題できたなっていうのは、あの、あここわかる人だけ分かってみたいなところもあるので、うん、そういやっぱり気になるというか、うん、覚えときますよね。覚えといて、あの採点しながら、あやっぱこうだったとか、うんあ、意外とできたなとか、そういうことはよく思ってます。うん、あのー、 問題のね難易度っていうのがよくね、難関校とかね、あるわけですけど、ここは何々のが難しいとか、えー、数のテストが難しいとか、はい、なんか、この難易度設定っていうのは、どういやー、これは、これはそうですね、なんか僕の場合は、あもう入って、 でえー、っと作るようになって56年って感じですけど、まあ、最初にとりあえずか過去文をとにかくちょっと、うん、あの読んでくれって言われましたね僕の場合は、うん、でそうすると大体こんぐらいの1、まあ、個やっぱ文章国語の場合はまあ文章を何選ぶかっていうとこで、うんえー、それなりに歯応えがある文章とかいろんなこう、うん えー、ご、語彙的に単純に難しい文章が選ばれたりとかするので、ま,あ、まず、選ぶ文章この辺だな、みたいなことは何とか頭に入れておいて、うん、なんで、その、難易度をこう、設定するっていうほどこう、細かく操作してる感じじゃないですけども、まあ、うちの学校はこういう文章の、こういう、え、水準のものを出すんだなっていうのが、何となく共有されてるっていうぐらいなもんですかね。ただ、まあ、あのー、 えっと、作りながら、えー、ここは、あの、これだと嘘選択肢分かりやすいから、もうちょいこう、あの、なんていうかね、えー、紛れれるように、えー、しようとか、そういう話も出ます。あとはですね、中古一貫校でやってるんですけども、えっ、ー、と、もう、全、まあ、高校受験は中3が受けるわけですけど、うん、みんなこ、こう、高校生に出すような、 ノリで作ってる節はありますね、うん、で高校生作ってるものだけど<ー>中学校入試で、えー、もうそのままこうちょっと出しちゃうみたいな、うん、そういう意味では、うんうん、ちょっと想定している読む人たちをちょっとこう上に上げてるような意識はもしかしたらあるかもしれないですね。うん、今のその過去問検証していくっていうのはちょっと面白くてある種のそのなんだろう 学校の出題のその雰囲気っていうものを継承してってるわけですよね。はい、そうですね。過去にこういう。で、なんとなくこの、こういったの問いの立て方をしているなとかっていうものを参照しつつっていう。はい、そうですね。そ,うですねそれが実はその、校風みたいなものとか <laughs>、<laughs> ともつながってくる。はいはい。うん、あの、そういうあ自負を持っている。 特にベ,ベテランっていうか年配の教員なんかは私私立なんですけど私立ではすごい強い気がしますねあもうこ,これを出してるこの文章を選んでるとかっていうことがすでに、うん、まあめっちゃあ結構あのリベラル系の甲風なのでその文章自体も、うん、そういうものは感じますよねあなんか結構ね あのまあ受験、修学、受験終わったばっかで、高校はこの先ですけどね、今の話だけでもなんだろう、傾向と対策みたいなものを <laughs> 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 使えるんじゃないかなというふうに思いましたけどね。うん、まああのー、でね、えっ、ー、とまあ矢野さんがこの「学校する体」という本を出し、はい、たわけですけど、えーとえー、これは出たのこの間出たとは思うんですけども。えー 結構、まあ割とね、これぐらいの厚さの本で、えー、結構、あのまあ、読みやすいんですけどね、あのこれはなんだろう、どういうタイミングで出そうと思ったんですか、この本は。この本は、えー、っと、そうですね、なんか、もともと、えー、話、企画が出たのが2018年か7年ぐらいだと思うんですけど。うんうん まあまあ、最後の方、コロナの話書いてるんですけど、コロナになる前年前で、うん、はい。で、なんですけど、えっ、ー、と、まあ、もともと、まあ、教員もやりつつ、さっきもちょっと、あの、うん、あのお話ししてくれたんですけども、音楽やったりとか、うん、えー、まあ、文評表書,書いたりと、みたいなことをしてて、で、まあ、その後、就職したんですね。で、うん、で、で就職した後に、まず、あの、 教,教員、まあ、薄々思ってたんですけど、教員になったら見え方やっぱ結構違うなっていうのがあったのが最初と、いろいろなんかこう、いろあの発見があって面白いなって個人的に思ったのと、えー、となんかこう、出版界隈の人と話してて教員やってるんですとかっていうと、結構面白がられたりとか、逆になんかすごい偏見があったりとか、 あと、まああったんですね。なので、えー、そういうなんか偏見もな、あの、もし、あの、謎めいてて面白がられてるとこも含めて、えー、こう、内側のお話を外に出す機会って確かになかなかないので、うん、まあそういうのを出せたらいいなとは思いました。で、ちょうどその時期が、 あの学校をめぐる様々な組体操をはじめ、部活動をはじめ、えー、教員の労働時間をはじめ、様々な社会、社会問題化してきた時期とも重なっていて、うん、で、それはそれですごい画期的で大事なことだなって、うん、あの、思いつつも、えっと、この議論と、えー、ニュースとかでやっている議論、うん、あるいはいろんな、あの、メディアとかでやっている議論と、えーうん、現場の、やっぱちょうど間っていうのが、 どうしてもないなと言いますか、うん、そこを結ぶ回路みたいなのがあ,のあるといいなと思ったので、まあ、そういう、うんあ、それが結果的にあ、えー、結べるようなものになったらいいなっていう、うん、まあその2つが結構大きいですね。って、ね、いうことをまあ考えてて、でその時に何か本書きませんかっていう時に今こういうこと考えてるんですけど、こちらから内容を提示したっていう感じです。うん まあね、この帯のドーンというところにブラックでも青春でもないって書いてあるてねまあまさにそれがその両極の中のはい、はい、あのね非常にこう美談的なこう学校いい話みたいなのといわゆるこのブラック拘束的なものっていうのがまあ特にメディアではねそれがどんどんと両側でこう,うで、ね、<laughs> 出がちだけどまあ、ね、日常的な学校生活っていうのはその間のボコーンっていうところにこう行ったり来たりっていう <laughs> うんいろいろあるっていうのとうん。 まあ僕はね、あのー、これ、学校する体っていうタイトルなんですけども、えー、これ、実はね、僕のあの微分でもね、この学校する体を、はい、踊らせるっていうふうに書いてるんですけども、これ、最初で僕の,あのマネージャーにね、コメントを送った時に、学校する体っていうのは間違ってないですよねって、はいう、<laughs> いや、あの本のタイトルですみたいな話を。<laughs> <laughs> したんですけども、これがね、細間さんという方から着想を得ているていうのが、初めにかな、冒頭のところにね、書いてあるでで、これ僕、あのすごいだからね、あのびっくりしたっていうのが実はあって、ちょうどね、この本の矢野さんからゲラが届く直前僕、細間さんと対談してて。ああ、そうですか。あら、あの言ってした、それは。 いや、けどマニアックなところで、えー、あの人工頭脳学会っていう、はいはいはい。会の学会誌なんですよ。そうでしたか。それで、早稲田の教室で、まあ、あと他にも、あの、もともと、あの、小玉さんっていう、今取り伝え学者のフィールドワークの一環で、で、ラップのフリースタイルの時の、はい。脳の,の働き。 ラッパーの、うん、働き的なものを検証するとか、うんまあ、その時ラッパーがどういうことを考えているのかっていうのを、今度、細間さんとかがあのこういうことなのかなみたいなことを言ったり来たりするっていう、まあ、結構おの面白い話だったんですけども、うん、で細間さんそ時、ね、そのねそのじゃんけんのリズムの話とかをされてて、じゃんけんすぐに出すのと、2回振る、じゃ、うんけんポンっていうのと、じゃんけん、なんかこうやるのと、こうだと。はい リズムが違ってでもこの手を振る動きっていうのがその場で同じリズムを共有させる仕掛けになっていてでこういったリズムを共有してから始めるっていうことは実は、まあ、日本のいろんな地域でいろんな形であるからでそれをラッパーとかはまあ d ーが出すビートとかに行って瞬時に特にフリースタイルの あの、ラッパーとかの場合、例えば DJ が4拍スクラッチをドゥグ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 に入れたら、もうそれリズムをお互いにこうピッとこうインストールして、もうラップを始めるみたいな。それと、そのジャンケンの合図って似てるよね、みたいなとかを、まあ結構、あのー、ざっくばらんな話をして、ああ、細間さんって人面白いな、なんて思って、あのー、山さんの本を開いたら、冒頭に、 このタイトルは「おそさんからのインスピレーションです」って書いてあって <laughs>、うん、これはなんかコメントを書くべくして<笑><笑>そんなタイミングだったんですね <laughs> うんすご,すごいびっくりしたんですよおそさんは「まあ、あのカエルモクっていう自分でも音楽やってますし、うん、やっぱりこう、ね、いろんな、えー、ミッキーはなぜ口拭くのかとか「あまちゃん」の本とかいろいろ子タイたデでその、うんうん やっぱりこう身体の、うん、なんて言うんですかね、えーまあ、映像メディアも含めて、身体がどう同期して、どう共同性を作っていく。まあ、介護する体は、まあ、あの、まあ、細間さんの介護する体の、まあ、文字入りで学校する体なんですけども、うん、その共同性の部分と、うん、あの、言葉とかももちろんなんだけども、 えっと、じゃんけんのこういうところで、うん、えー、取っているコミュニケーションの存在とかっていうものを、すごいこう、記述されて、うん、まま、そこが非常にこう、影響というか、そういう目線で確かに見れるなって思ったところがありました。うん、はい。うーん。で、ね、学校、学校っていう、 もの全体を、まあ、工作して考察していくっていう入り口と、まあ、それを体っていうね、学校する体っていうのは、その体の主体っていうのが、まあ様々な主体があり得て、矢野さんが教師という体で学校する、うん、生徒という体で学校する保護者。 というあの体でが学校するとかっていうことをしつつ学校というものそれ自体もしんある種の身体としてそういったさまざまな細胞の動きと合わせてこう動いていってっていうでこれがねまあ矢野さんがねこの本のもう一つの妹して、まあ、いわゆる DJ ラジオパーソナリティー的な意味ではい、はい、DJ 的なしゃべりそれとステージ上でのね彼女の,の漫談とか話家とかね、まあ、そういった、えー 教師っていうのが教団に立つっていうことは、ある種の,その,あの舞台上でのこうパフォーマンスとしてのねあの、そしてどうそれをやりきるかっていうスタンスでやっているっていうのと、ラジオパーソナリティのような、うん、に語る、うん、この温度感とかがね、やっぱすごく面白しろくて、はいねうん、だからね、そう,でそういう,こうで、僕もね思い起こすといろんな先生がいて、いろんな先生のいろんな喋りとか。 があってやっぱり人気のある先生というか今でも覚えている人っていうのはその喋、えー、りなんですよね、えー、そのパフォーマンスというかねでまあ実際に教わったことそのものっていうのを読んだ本とかも覚えているものはまあある場合もあるんですけどもやっぱ同窓会だから集まった時にあの先生もよかったよねって言った時には大体出てくるのはその口癖だったりとかはい、はい。 <laughs> うん、なんかそういったところが、こう、このパフォーマンス部分はやっぱりみんな覚えていて、えー、いい先生だなっていう印象はやっぱりそのパフォーマンスセットになってることが多い。もうし、ん、で、DJ の語りっていうのはね、あのー、AM と FM っていう、まあラジオの場合、FM っていうのがなんとなくこうみんなにこう同時に同,時に同じようなこと言、えー、AM っていうのはなんかこの一人一人が、にこう対面でやったりとそうです、ね。うんで 僕はたらその AM 的なラジオが好きだったりもするので、で、そういう先生ってやっぱいるんですよね。うんはあ、なんか、俺に言ってるな、これ、みたいな感じの。<laughs> <laughs> うん、あのね、この温度感ではすごい面白いなぁと思って、うんな、なんかね、この矢野さんの、この授業を受けている生徒は、なかなかね、 幸せだぞって <laughs> <laughs> 思いますね。なんか楽しそうだなと思って。いや、いや楽しんでくれてるといいんですけどね。うん、もう、そればっかりは。あれですけど、うん、まあまあまあ、あの、なんとなくのご機嫌にみんなでやってるつもりですけど。うん。あのー、今言ったようにね、その、まあテスト、2月にテストがあって、終わったらもうすぐに来年度のテストを考え始めるみたいな、えー、ある種の教師のスケジュールっていうのが、えー、 あるわけじゃないですか。はい,はい、はい<で>、ありますね。うん、ねえ、まあ3月春休み、4月がまあたい入学じゃないですか。えー、えー。で、これで新しい制度っていうのが入って、えー、この初っぱなの,のかましっていうか、<laughs> ね、あのラジオで言うと1回目 ?1 回目でつかまないと聞いてくれないみたいなも多分あると思うんですね。この辺の心がけっていうのはなんか、うん。まあ、で、同時に同じ、はい、はい あの国語教師として、ある種、クオリティをの均一化っていうか、毎年教えるっていうことに対して、てある程度、同じ、その1年間で、例えば1年生とか2年生とか受け持つんだと、1年生でこれだけのものを身につけてほしいなみたいな、はい、これだけの話を聞かせたいなっていうもの自体は、やっぱり、ガラッと変わっちゃうと良くないっていうか、ある程度の,あの同じクオリティっていうものは担保しなきゃいけないみたいな、で微,中微修正するみたいな。 この辺っていつ,いつ決めていくんああそうですねうんーとーあのかまし方は多分本当にそれぞれ,あれ10人に聞いたら10通りな感じだと思いますね、うんうん、で,でまあ第1回目もそうですけど僕ながら4月5月っていう単位でものを見てて、うん うんうん、4月、5月はですね、もう、うん、あの、自分の中でのラインを設定する期間っていうふうにちょっと思ってて、そこはですね、あの、発揮しって多分、あの、すごい嫌みったらしいのも含めてですね、厳しくやってます。あの、まあ、このライン超えたら怒るからねっていうものを、ま,あ、まずきっちり設定して、うん、で、 当然、理屈づけも、理屈づけっていうか、思ってること言いますけども、うん、なぜ、あの、ま、あとりあえず、ま、あ国語なら国語の、このあ、何曜日の何件目と何曜日の何件目は、周、ま、り、あの授業だからって、で、この授業ではこのラインだからねっていうのを、うん、ある程度、こう、今日、みんなでこう、 共通させたいなみたいなのが自分だとの4月5月っていう時期で、うん、えそれはですねあのまあある意味ストレスがたまる時期なんですけどもまあそこはもうかなりがっちりよくも悪くもやりますね、うん、でそうすると、うん、そこぐだぐだにしちゃうと1年間がずっとぐだぐだになるような、うん、僕はなんかそういう経験が、うん、まあ割と最初にあったので やっぱ対象はそういう意味では大事だな、うん、対象の、まあそういう意味ではかましは大事だなっていうのがあって、うん、で、授業の水準とかも、その時点で、えっと、まあ単純に中学生、高校生は、あのつまんない授業を寝たりとかすると思うんですけど、あの、<laughs> あの寝かさないよっていう、えー、うん、寝たら損するからねっていうのが、うん、なんかこう、伝えときたいっていうか、うん、もう、<laughs> もうこれは起きてる授業だし、まあ自分が生徒の時も、まあ、この時間でしていいかとか、うん、まあこっちと寝てるとあのめんどくさいなとか、うん、えこれはむしろ面白いから起きてよとか、まあいろんなのがあったと思うんですけども、うん、あのー、あ、これは寝たら損する授業だなって、やっぱ思,思ってほしいですね、うん、4月、5月で、うん。で、その後全部。うん、そ,そこまでいけると、すごいこう、なんていうかね、その後が話が早いっていうか、うん、ちゃんと。うん 伝えたいことを伝えられるなっていう感じがあるので、まあそこは、そういう意味ではちょっと危ういです強権的にいくので、4月、5月。うん、4月、5月はね、だからの生徒もね、テンションが高いわけじゃないですか、えー、特に4月なんていうのはなんか、まあオリエンテーションがあったりとかする、ねうん。で、まあ、初めましての人が多い中、あのー、で、こう、ね、だどこがとどこが仲良くなっていくのかとか、なんかそういったものも一斉に、まあ、 ねこれも学校にもよると思うんですけども、その前から知り合いの子がいる場合もあればそう、すごく不安な子もいるだろうし、すごいあのここぞとばかりにアピールする子もいるだろうしっていう、うん、結構そ、うん、その、ね、割とね、ねあの全員いろいろこうねありますよね、<laughs> 教,うん、教室内での何,何かしらの戦いみたいなのもある感じもするし。そううですよねこう まあねなんか目立ってるやつとかね、えー、目立とうとするやつとかね、えー、こういろいろ、わーっと怒る、えー、まあなんかね、楽しいもあり、で、えー、同時に、やっぱ僕も生徒だった時の感じで、4月はとりあえず別に授業を真面目に聞くっていうか、なんか全体的にオリエンテーション的な感じもあって、自己紹介とか挨拶とかっていうのが、なんとなく続いていって、みんな、まあそこはドキドキで、<ー>5月っていうのが、まあよく言われる。 ね、とりあえず、もう一回、最初の疲れが出てくるところではあって、そのハイテンションな4月の。で、ね、脱落するやつは脱落するしっていう <laughs>、うん。だからね、その4月、5月で捉えるっていうのは多分その、のまあ5月ぐらいが本腰のね、はい、ギアが、とりあえず落ち着くところだとは思いますね。すね線を引くっていうののはねなんかあの なんかスナムランクとかでね、このどこでこのレフェリーは笛を吹くのみたいな、描写があって、ファウル、ファウルここまでは吹かないみたいな、魚住のところだったあの感覚ですよね、この噴水は、ここから笛吹きますみたいなのを、グラウンドにいるの選手全員がこう認識していく。 このねあとはフィールドの大きさとかね、こ,こ,こ,の,この線を超えるとあのアウトですとかっていうのが、全員、こうこのフィールドであの試合が行われますよっていうのが、4月、5月でこう、うん、まあこう描かれるっていうことですよね。で、このスピード感、こういうスピード感で、こういうふうに試合は進んでいきますみたいな。うん、そうでですね、うんうん、授業でたでとかもうあの、まあまず <laughs> まあ、これも、まあ、いろんな考えがあっていい,いいと思うんですけど、僕の場合はもう、あの寝、寝るのを許さないっていうのが、まず大きくあって、あと、嘘をつくのを許さないっていう、うん、まあ、この二つなんですけどね。僕はね、だからね、結構寝てたし、嘘もついてたな、みたいな <laughs> <laughs>、うん。まあね、まあ、これも興奮の違いもあったとは思うんですけども、うちはね、なかなか、あのー、本当に、 ほったらかしな学校だったので、は逆に言うと厳しいっていう考え方もできる要は別に聞かないやつが脱落する分には全くそれに救いの手を差し伸べないみたいな、うん、<laughs> 考え方でもあるんですよね、その。いやー、もちろん、無理。ちょっとやっぱり寝かす、ねあの、寝るなとか、あの怒るっていうのの,のエネルギーって、ある種、全員をちゃんとこう、連れて交差するっていうことでもあるわけじゃないですか。 ね、あの寝てようが何しようがほっとくっていうのはもう完全にだからあのな,なんてのもう連れてく気なしみたいなところでもあるし <laughs>、はいあのまあ、大事なのは今言ってるのがあの、まあ、僕の考えってことなんですねでだから所詮週に2日か3日ぐらいしか会わない、ねうん、あのクラスで行ったら、うん、授業に行くだけなんでで,で隣には全然違う方針の 次の時間は全、また違う方針の人がやってきたりもするので、うん、そういうふうに、うん、あのー、何ですかね、システム上は、そういう価値相対化は一応こうできていて、うん、まあ、だからこそ言うことは言わせてもらうよっていうスタンスに、これも途中からそうなりましたね。はい。うん、で、寝かさないは、その、あの、立川男子が寝てる客に怒るみたいなもんで、はい <laughs> あの、うんうん、聞け、あの、まあ、何ですかね。なんか、あの、まあ、それなりにその授業のクオリティの始まもちょっとありましたけども、まあ、それなりにこう学んできたことを、それなりにこう、費やしているっていう気持ちはあって、で、うん、で、まあ、 うんまあ、ちょっと不んな言い方ですけど、本当、もったいないよっていう気持ちはありますよね。うん、あの絶対今聞いといた方がいいからっていう感じで、自分の講座聞かないと、本当、もったい寝てる場合じゃないよなんか、そういうノリがちょっとありますね。うん、あのね、ここもね、ちょっとさっきのラジオパーソナリティっていう。 キーワードを矢野さんがやっぱりある種意識してやってるっていうのは結構大事で、もちろん寝たくて寝てるわけではない場合もあるんですけども、うん、教師の喋りのリズムによって、睡眠がこうね、いざなわれていく時っていうのはやっぱりあって、これ実は大学の教員にも多いんですけど、うん、特に研究職をやっている方で、あんまり別に教え,どう教えるのどうでもいいと思ってませんかみたいな。 方もいるんですよね。あの、で、喋、はい、りが下手な人っていうのはやっぱりいて、で、別に、なんだろう、もちろんその、研究者は喋りが上手い必要は全くないとは思うんですけども、でも、人に何かを抗議するっていうのはやっぱりこう、喋りの仕事なので、最低限のリズムとか、<laughs> そういうのはやる、喋る側も意識してほしいなっていうのは、結構、 中学ぐらいから僕は思っていて、喋りが下手な人の話は聞く系が起こらんっていうのが、生意気な学生としては、うん、で、同時にやっぱり話を聞いちゃう先生もいて、はいはい、それはやっぱ話が上手いからで、と、うん、いうとできんじゃんっていう、ちゃんとやれよみたいな、<laughs> 生徒側からもあったやつですね。うん、本当に、 申し訳ないけど、あの声がちっちゃくて、ずーっと同じ、こう、テンポで抑揚もないような喋りをされて、ただ、あと、教科書をずっと読んでるだけの人。いますたね。はい。うん、れそれって、自分でできるし、みたいな。はいはい。でも、先生より先のとこまで行っちゃってるし、はい、いや、これ、 まあ寝ててもいいかなっていう,う,んうん、うん。いやいや、本当に寝ててもいいと思います。はいうん、いやそこって、すごい駆け引きもあって、要は、生徒側に舐められちゃいけないっていう、そのね、ウォーズミッチャージのあれとセットで、うんうん、やっぱり、ある種、その権威としての教師っていうのはいるけれども、同時に、教師側も生徒からのチェックをやっぱり受けてるっていう、あ<ー>これが学校する体の、ね、まあポイントとして、コメントでも書いたんですけども、 決して一方的な教師から生徒っていうのに一方的に何かを与えているっていう場合では当然なくて、いわゆる聴衆リスナーとされる生徒の反応だったり、あるいはチェックする、まなざし、えーこう。っていうものの相互作用で授業が成立していくっていうか、うんうん、むしろそういう相互作用が働くような授業になったときは、やっぱりエキサイティングな場合になっていく。<laughs> これが一方的な。 教師がただ単にこう自分からと言い通しても、生徒側が受け身にさせられてたりとか、なんかそうなっちゃったり、あるいは生徒側が舐めきって全然先生の言うこと聞いてなかったりとかすると、このバランスが成立しないから、はいはい、その場がやっぱりすごくエキサイティングな場面になっていかない。はいはいね、これは結構どっちかだけじゃない感じがしますよね。そうですね。 そうですね。なんかもうそれは本当にこう相互作用で、結構こう、うん、即興的な感じもやっぱありますね。なんかそ、その日の何時間目とかと、なんか何の授業の後とか、割ともういろんな条件に左右されて、はいうん、生物的に、流動的に。うんうん、え、なんでこれ、あの、本当にそうですね。内容、内容、同じ内容やって、 こういうふうに、あこっちはすごいうまくいったのに、こっちはうまくいかないは、もうざらに、もう皆さんい、いろんな教員、経験してると思うので、うん、まあもう本当にざらにあって、なので、そこは単なる内容が伝達されるっていう一方向的な話ではないのはまあ確かだと思うんですよね。で、あと、今、受け身じゃなくてっていう話がいたんですけど、そのなんか、能動的にさせようみたいなのが、最近の文科省の,あのここ数年の、 受動的じゃなくて、能動的に。えー、従っていろんな作業をすべし、うん、させるべしみたいな。え、いろんな意見言わせるべしみたいな。そういう、まあ、アクティブラーニングっていう。うん、まあ、ちょっと、うん、まあ、もうかなり、あの、死、死後になりつつありますけども、アクティブラーニングっていう、うん、えー、ここ数年ありましたけど、うん、まあ、これもやってると、アクティブって何なんだって、やっぱ思うときは、やっぱすごくなって、うん、あの、そうやって、 こう、こちらが一方的に話す時間、時間で言ったらこっちらが話す時間はな長いけども、すごくこう、全体の共同性の観点で言ったら、もうすごいこう、能動的にいろいろな思考が活発化してるなって思う時もあれば、えっと、アクティブにいろんなことを、あの、みんなが、あの、まあ、じゃあ君何々言って、こ,うこれこう言ってって言ってても、それは、なんていうんですかね。まあ、ここではこれ言っておけばいいんだろう的な検討が、うん あのー、やってるだけで、ボタンを押し合いをやってるだけ、やってる,やってる感で感すよねそうそうどこがアクティブなんだろうとか思うときもあるので、うん、まあいわゆるアクティブラーニングイコール、えっと生徒が能動的イコールいろんな意見を言うみたいなことのイメージも強いですけど、まあ、そんな単純じゃないよなと思ったりもしますね。うん あのー、今ね、矢野さんが言ったように、ここではこう言っときゃいいんだよなっていうのっていうのはやっぱりあって、うん、その例えばアクティブにいろんな人に喋らせようと言って当てていきますって言って、えー、まあ当ててったところで、えー、その、まあ、ある程度頭のいいやつだと、えー、このタイミングで、うん、このタイミングで何を言えばいいかっていうのは大体8割方はもう正解が決まってるから、それさえやっとけば、あの、無事故、無違反でいけますみたいな、<laughs> これは本当やってる感で、やってるアクティブアクティブ感が出てるみたいな、教師がこうして、生徒もあのそれぞれの意見を言いましたみたいな、この形ができましたっていうだけで、でこれって、やっぱりこのちょっと生徒をなめちゃいけないなっていうのは、生徒ってやっぱりある程度、この時これやっときゃいいだろうっていうのは。 まあある程度の頭がいい子だったらもう余裕でわかるんですよね、えーで。それをただやっても、むしろやる気がなくなっていくというか、はい、はい、お決まりのことをやりました。OK? ってでって、これってどっちかっていうと、士気が下がっていく感じなんですね。えー、そのアクティブっぽさを。で教師もアクティブラーニングやれと言われてやっていますみたいな。こういうのが見抜かれると思うんですよね。はいはい <laughs> 抜かれるし、もう耐えがたいですよね、そういうのは本当に。<laughs> 耐えがたいですね。うん。あの、カリクラムに返し山本さんの場合は、その1年を通して、はい、例えば教材とか、これってどれぐらい変えていくものなんですかあえっと、決められてるものに対して、国語の。うん、あー、まあ、まあ、しこ私立公立 問題がありますけど、私立なんで、うん、あのー、うん、ほとんど気にしていないと言ったら、うんうん、ちょっと問題がありますが、ほとんど気にしてないです。はい。うんうん、まあ、あのー、ま、まあ、買わせといて全く使わないみたいな、そういう、そういう申し訳なさから、きょまあ、教科書にも、もちろんいい、教材いろいろあのー、作品あるので、えー、うん、使いますけども、 全然、教科書に載ってないやつとかも使ったりとか、それこそ、あの、プチカシマさんの、うん、あほら本の名前忘れちゃったけど、ニュースを、あの、ニュースの見方を、ね。芸人式、芸人式新聞の読み方ですかそうです、そうです。あれなんかもやったりとか、もうオリジナルでやるときはやりますよね。はいうん、あのね、そう、芸人式新聞の読み方とかもね、あの、すごく、 いろんなものを読むっていう、並べ読みっていう,ていうい、あればらしいです。はいま、うん、あなメディアリテラシーのとても大変優れた入門書だと思いますね。はい、これ、あの憲法学者の木村草太さんが前に言ってたのが、大学の都立大学です。あえー、まあ最初に新聞を読みなさいみたいなことを。その まあ特にその憲法学とか、ね、法律学を学ぶんであれば、まあ、新聞は読,む読,む読まないとだめだよっていう話をして、でまあ、読むようにしか言ってないで見てたら、やたらとこう、生徒たちがある種の右傾化をしていくっていうのは<お>、途中で気づいて、な、うんでだろうと思ったら、当時、今はやってないんですけども、当時、産経新聞だけ、ウェブ版がただで見えたんですね。 会員制で課金しないと読めないと。確かにそうです、ね。あのまあ、その新聞紙では、はいはい、新聞紙ではなく、はいはい、ウェブの話。はははいはい、はいで、3経だけがタダで読めたから、みんな新聞読めてた時に 3K ばっかり読んでて、すごく3経色の強い学生が出来上がっていてびっくりしたって言って、なんでだろうと思ったら3経だけタダだったっていうのがね、判明して、あ<ー>あで、まあ、そこでこう、一紙だけ読むっていうのは、 あの、どんな立場にせよよくないですよっていう話をしない、あの、ま、あそこまでしなきゃいけないのかみたいなことを言ってましたが、あの、びっくりしましたっていうエピソードは言っていてうなるほど。岡島さんはね、まあ、あ産経も、産経も師匠と呼びつつね、ええ、も何だっけ、スポーツ新聞も、あの、そうですね。手を通していくっていう中で浮かび上がっていくっていうね、ことがありますからね。でも、あの、これね、僕なんか、あの、小学校、 僕の場合、これもね、ちょっとね、あのー、すごく変な話、ロンドンにいたせいで、日本、えー、に帰ってきたときに、えー、日 A のカリクラムの違いで、しかも9月スタートなんで、いだから、僕4年生の年だったんですけども、えー、3年生に入れって、公立の場合、あーなるほど、はいはい、言われてしまい、 えー、学力的にって言われたんですけど、別にテストは受けてないんですよ、えー、もう自動的に、えー、あのイギリスから帰ってきた人は1つ下の学年になりますって言われて、えってて、これがそれを避けるために中英中、駐在しているイギリスにい日本人の子供たちが全員と、と現地で現地学校に行かずに日本人学校に行ってたんですよ。なるほどでそのの日本人学校にに行っっててた理由っていうのは帰国後に そういった学年がずれちゃうから。うんうん、っていうことで、ロンドンにいる間から日本人学校にいて,いて、日本人同士で集まって日本人と遊んでみたいなことをやってて、で僕はまあ、現地校に行って、しかも現地に友達もいたし、わざわざなんであのロンドンに日本人で集まってなきゃいけないんだっていうふうに僕も弟も当時、自分たちでも主張して、現地校に行ったら、帰ってきたらあのまあそういうことになって。でそれで 親もなるほどだからみんな日本人学校に入れてたのかっていうふうに気づいてうわどうしようってなって私立の明星学園ってところに行ったら、うん、あのテストを受けたったらまあ、そのまま4年生でいいですよってことになったんですもうんうん、僕はそこのあの明星学園の時の担任で国語の先生だった内藤先生が、えー、僕ならメンター的な人なんですけども、えー、彼はですね明星だったら小中高一貫で。えーで 中学以上の中学教師の免許を持ってる小学校の免許っていう、うんうん、具体的にはあんま持っていなくて、うん、でかつ、小学生なんだけども、芥川龍之介の河童っていう小説が好きで,、えーえー、で、それを必ず読ませるから、ガッパってあららがついてたんですけど、<laughs> うん、でもあの小学校4年生だろ,うかなんだろうが、芥川とか漱石を読ませると。うんうんうん それで漢字も、いわゆる常用漢字の小学校でこれを覚えなさいみたいな感じの書き取りとかは一切せず、うん、もう漱石とか芥川とかを読ませることで、そこでまあ漢字を覚えてで、あとは読みたい漢字は自分で覚えるだろう。うんうん、そして書きたい漢字は自分で書けるようになるから、うんうん、それでいいんだっていうスタンスの人だったんですよね。 で、僕はすごい好きで、この、えー、この先生6年生になった時には、えー、まあこの見た目がこの人サングラスでちょびひげでランニングシャツだって、ペ、えーえー、タだったんですよ。えー、<laughs> では、あのー、もうバカボンのパパなのだみたいなことを実際に言ってて、<laughs> まあ、バカ田大学卒業ですみたいなことを言ってる人で、で、6年生になると、俺はもう、 あの問題とか作るの面倒くさくなったからお前らが作れって言い出してうん、うん、で生徒に問題を作らせるで朝なんか箱が置いてあってそこに国語の問題を生徒が前の日に考えて紙に書いてきた国語の問題をその紙に箱に入れたら、うん、そのガッパの授業になったらガッパがその箱をバッと見てじゃあどれどれですって言ってあこの問題はなかなかいいなって言って。<laughs> じゃあ、この何々が考えてきた問題はみんなでやろうって言って、授業をしていくっていうスタンスだったんですね。で、これはでも、要はも人にものを聞くことができるっていうのを理解してないとものが聞けないから、ものを聞くための前提としての理解っていうのがある程度なければダメで、それができているかどうかっていう教育なんですよね。僕はすごいこれは刺激的で、本当に頑張ってもいっぱい問題を作るみたいな。えー なんか毎朝、とにかくこの問題じゃ解いてみろみたいなことを、どんどんやるっていうことをやっていて、で、ただし、途中で親、一部の親が、はい、アッパっていう人は教科書通りのこと何もやってなくて、漢字も、そのいわゆる小学生が覚えなきゃいけない漢字とかっていうものを一切教えてない。これは大問題だっていうふうな、 親がこう言い始めて、で、子供にはすごい人気が、まあって、そういうキャラクターの人だったいんですけど、親が、一部の親が、しかもその小中高行ったんだけど、中学別の学校受験しようとかって思っている親もいて、で、そういう子がこれだと困るっていう話になって、それで、でも、で親と子供のなんか話し合いみたいなのが始まって、で、親はもうガッパを変えろ。 うん、この先生じゃダメだから、ちゃんとした国語の先生にしてくれみたいな話になって、うんうん、で子供はみんなこのガっパーがいいっていう話になってたんですけども、うんうん、でそこで話し合いの場で、でその子、あのこのまんまでいいんじゃないかって親と、いや、帰ろう、このままじゃダメだって親の話し合いが行われて、うん、でもし、帰るが帰ろうって言ってる側がやったら、もう、あのクビにしてもらいますかよ話になって。<laughs> で、子供がこう、その内藤先生がいいんだっていう、なんか、単眼書を書いてる。僕も書いて。で、母親とかに、いや、変えないでくれ。あの、変えないでほしいから何とかしてくれみたいな頼んで、すごい、6年生の時話し合いをしたっていう、ねはい。大変な話ですねそれね。すごいですね。<笑><笑>でも、これが、もう、このガッパは、その後なんか、あのー、まあそういったことがあったと結局留任することになって、うん、まあ、 教師に来たときに、これ、こういう話し合いが大事だから、うんうん、俺みたいないい加減なやつに、そのまんま、うん、あの、習ってていいと思うな、みたいなことを言い始めて、<laughs> えっつって、<laughs> <laughs> んで、あの、ほんなね、あの、大人はいい加減だしあの、自分で考えるのが大事だぞって言って、先生だから、先生なんじゃなくて、はい、ね、ものを教えたり。 あのそういったことがあるから先生なんだぞみたいなことを言って、俺は何も教えてないからさ、ある意味先生ではないみたいなことをなんか<ー>言って終わるみたいな、<laughs> すごい、あのーまあ、これが僕の中でねこう、体験としての、教育体験としてはすごく原点で、えー、これがあるから、なんかあのやってこれたところもあって、えーえー、これ、なんかね、そのカリクラムと教科書通りっていうの、はい もちろん、ね、さっき矢野さんも言ったように、もちろん、あの題材としては良きものがたくさん使われているだろうし、うん、ただ、多分はまあ、それに従う、従わないっていうことでは、多分ないんだろうなっていうのが、わと僕は早い段階で、うん、なんか、体験できたのはすごい良かったなと思うんですよね。うん、いや、それすごい話ですね、それは本当に。うん、あの、カリキュラムとか、教材がどうとかですね、 まあ正直本当にそういう、うん、そういう意味ではどうでもいいです本当に、うん、でしかもえっとこれをこの時間の、えー、1年に何時間あってだからこれを4時間で読みなさいとか2時間で読みなさいとか、うん、もうそういう話になってくるとそれは目的化してるだけなので全く、うん、全くまあ個人的な意味がないなというふうに思います、うん、で、まあ、要するに 何がどういう体験をするかっていう話でしかないので、そういう意味では、まあ何かこういい、あのー、まあここの教員やるぐらいですから、それなりに小説もまあいいもんだと思ってるので、小説を読んでこう、うん、ガツンとこう何か食らう体験もいい体験ですし、まあその小説ある、えー、小説なり何なりを素材にして、えー、そこで あの話すことが何かしらその人にとっての特別な体験かもしれないしっていういろんな角度があると思うんですけどどういうふうなこうなんですかね刺さる体験をするかあのっていうものをこうそういう時間にできるかっていう発想の方が大事だと思うので、まあ、そういう意味では今のダースさんのお話はあのそういう議論して、うんえー、しかも普段はきっと対立とかあんましないだろう親とも対立的な立場に立って 単書書いてっていうこと自体がりがたい体験なので、もうもう本当にそれは素晴らしい経験なんだろうなって思いましたけどね。はい、だからね、なんか、まあ、あのあと、私立と公立の違いって、さっき矢野さんも言って、これ結構いろいろ違うと思うんですけども、えー、私立はさっきその過去問の話もそうなんですけれども、えー、ある種その、まあ、ずっといる先生っていうじゃないですか、そうですね。 公立って結構移動が多くて、ね、あの僕の娘もあの近所の公立の学校に行ってて、すごく好きな先生がいたけど、うん、なんかまあで相性も良くて、友達にも人気で、他の学年の子とかもにも優しいみたいな先生が、まあ、2年ぐらいしたらなんか移動になっちゃって、うんはい、でこれなんかもったいないなって思って、あす で、私立の場合って、なんか OB とかが遊びに行って前に習った先生がそのままいたりとかもするからはい、はいの、継承っていう意味での、その、まあ、過去問の継承だけじゃなくて、例えば、あの、10年前にここにこういうことがあったとか、こういう授業を前はやっていたとか、なんかそういったものも含めてずっと継承されていくっていうのって、実は、その時、その学年にいるっていう子たちの、 その時だけの体験じゃなくて結構積み重なったそれまでのそこにいた生徒たちの体験っていうのがこう積み重なった上でのそこっていう意識が出てくるからでただの学校の先輩ですとか OB ですっていうことよりもなんかで変わらぬ校舎だったりもうい変わっていくものもあるにせよ先生だったりとかがいたりするっていうのって結構それはその学校で場所だったり っていう場所、ものだけ用意していけばいいっていうのではない、こう、リソースっていうか。なんか、この辺も結構無視できないんじゃないかなっていうのは、なんか、僕の場合、結構、年を取ってからよ,より強く思うようになりましたね。うんはいはい、なるほど。うん。まあ、学校ぶ、文化、文化っぽくなりましたね。学校文化みたいなのが、やっぱりできてるなっていう感じは、うん、あの、しますね。うん、私立公立問題って、やっぱ結構いろいろ、 はらんでて、なかなかこう、うん、まあ、逆に私立はその分、こう、禁止性が高くなるので、うん、あのー、なんていうね、縦のつながりが、うん、まあ、総計で言ったら、ねは、派閥とかよく言いますけど、そういうなんかこう、硬直性と禁止性を生んだりもしますし、うん、まあ、うん、でも、うん、で、えっと、通ってくるこの、 まあ多様性みたいな話で言ったら、効率のほうがあるんだろうなとかは想像はしたりはしますけれども、そうですね、ただ、その学校の継続性みたいなものがえとあるのは確かで、これ、なんか結構こう教員的にはあの2つあって、移動しない方がいいっていう人と、人間関係があるけど、流動的な方がむしろやりやすいっていう人と2つあって、両面ありますね、う。ん あのこれを僕、その後中高一貫の学校に今度は別に行くんですけども、はいはい、ここ、まあ、あの英語だってとこにあって、えー、でなんかねあの、あるきっかけで、あのまあ、普段ブラジルに住んでる13校上の先輩っていうのを紹介してもらって、まあ、この YouTube のチャンネルでも1回、ブラジルのサンパウロの話をその方に聞いて、で最初はリモートでしか会ったことなくて。うん サンパウロにいるから。で、実はサッカー部の、あ、まあ、矢野さんもサッカー部の顧問だった、ね、あそうですね。はい、あのかつ、はい、武蔵の時の僕のサッカー部顧問の方、<laughs> <う>あの大西先生のし同じ地域だったんで、<laughs> はい。<laughs> うん、まあ。選抜とかね、いらっしゃって。うん、うん。そう。で、あのー、の13公への先輩っていうのは、大西先生が顧問になったばっかの頃に、ああ高校サッカー部に入った人なんですけども、あはははまあ、この人が、あの、年末日本に帰ってくるからって言って、 でああじゃあ、あのああのご飯でも行きましょうよなんて話になって、でそしたら今度、あの新宿のゴールデン街にあのなんか宮台ゼミの仲間と一緒に行った時に、隣に座ってたやつが、あださんですよねみたいな感じで話しかけてきてくれて、えー、ああ、どうもなんて言ったら、いや、実はあの同じ学校の15個下の後輩ですみたいな、えー、<laughs> ことを言ってきて、ね、で彼はあのある。 えっと、週刊誌の記者をやっているっていうことで、うん、たまたま隣で座ってる、その時に。で、あ、後輩なんだって言って話して、でも、あの、僕が知ってる先生でまだ教えてる先生とかもいたりとかして、で、その、サンパウロから帰ってきた13公上の先輩と、ご飯を食べるときに、せっかくだからです。今度15個下の後輩も誘って、で、3人でご飯を食べに行って、うん、これがもうだから、足掛け28年の。すごいですね。 でまあ、3人で、じゃあどこ行こうかって言って、じゃあ、エコダ学校があったエコ古行こうっつって、行って、で、その13校への先輩が学生だった頃からある定食屋っていうのが1軒だけまだ駅前にあったので、まあ、そこで飯食って、で、まあ、せっかくだから母校も覗こうかって言って、一応大学まであるから、割とあの今、僕らの感覚ではいつでも入れて、 ブラブラできる学校だったんですけども、それがあのコロナでやっぱセキュリティがあが、はいはい、部外者立ち入り禁止で、保護者も入れないみたいな、なって、なんか、門まで行ったけど、入れなくて、で,、まあ、でも、この人、ブラジルから来てるから<ー>なん、なんかなんとかなんねえかなみたいなことを言ったら、その13公の先輩が、そういえば高校の同級生がなんか、学校のジムにいた気がするなみたいな感じで。うん で、ちょっと連絡取れるか、あの、主営の人に聞いてみようって言って、何々さんってのがジムにいると思うんですけど、とか言ったら、その周辺の人が、え、部長ですかみたいな感じで、<laughs> なんか国際部部長みたいな、すごい偉いポジションの人が同級生だったとか判明して、で、その人が、あの、なんか来てくれて、で、このその人の客っていうことで校舎を案内してもらう,う、うん。なるほど。なるほど。で、その今国際部部長の方が、 今の学校のなんかこう、新しい校舎とかも全部こうガイドしてくれて、うん、<laughs> これ、なんか、あの、歴史がつながっていく感じがし、うん、で、で、今の生徒たちが、なんかちょうど授業を受けてるのちょっとだけ見学して、ほいで、まあ今の、だから学年でいうと何個したのかなんだ、うん、何期だろう、うん、期ぐらいしただから、うん、だから、 僕のその15個下の後輩が、の、さらに15個ぐらい下の <laughs> 子たちが授業を受けてて。これはなんだろすいなりですね、それはね。そうですよ、なんか面白いっていうか。<laughs> うん。ああいうのも、 面白かったですね、うん、で今の話はでもこう、卒業生だったんですよね、でも皆さん、こう、訪ねていった時は。うん、それで入れないっていうのが、うん、まあコロナ以降なのか、まあコロナの前から、あの、セキュリティって、まあかなり強くなってますけれども、うん、あのそ、やっぱり相当厳しくなってんなっていうのと、うん、いうのと、 あとは、その、なんか今の話でこうぼんやり思うのは、えっ、ー、と、さあ、交付、そういうこと、武蔵の交付もあるかもしれないですけども、うん、あの、その、招き入れてくれた、あのー、事務の部長になった方は、うん、えっと、要するに、多分、手続き的には、あのー、入れる、なんていうんですかね、えぇ、ー、会議がないっちゃないと思うんですよ。うん、つまり、そこで入れられるんだったら、うんいいね、卒業生ってことに入れるはずだから、うんうん ある意味、だから見逃してくれるっていう体でやってくれてるわけで、こういうのすごい大事だと思うんですね、要するに、別にこう身元とか、本当はこの書類とこの書類とこのアポイントメントがなきゃいけないみたいなところで、うんうん、いや、あのー、顔知ってるし、顔知らない人もいるけど、信頼できるからいいよっていう、うんうん、なんかこのゾーンがうん、うん、今、教育からどん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 失われてる感じはあって、 卒業生だろうが入れませんとか、あの、うん、むしろ書類がここまで整っていれば、まあ入れますよとか、そういうなんかこう、話に。 えー、なってるけど、やっぱりこう、おそらく、あの、武蔵とかで育んできたのは、いやいや、そうじゃなくって、まあ、ルールはある程度こういう風にあるかもしれないけども、あの、そのルールの前後にいろんなグレーゾーンがあって、この場合はむしろこっちの方が、えー、みんながハッピーなんじゃないっていうのを、なんかちゃんと判断できるというか、ちゃんとそこで責任持ってやってくれるというか、まあ、そういう、そういう文化の積み重なりをすごい感じたっていう。 なんか今の時代とはちょっと違う感じの、ね、<laughs> あり方ですよ、ねえー、すごいのが、しかもその、あのサンパウロにいて13公演の先輩と、部長になってた先輩は、卒業以来初めて会ったんですよ、そのとき。えー、<laughs> だから、えー、ともうそ何年なんだとかね、あのもう40年ぶりにかって。<laughs> で、まあ一応フェイスブックとかで繋がってるから、緊張は一応分かっているけど、会うのは、あれ、卒業以来だよねみたいな話をしてて、<laughs> <laughs> 40年前とかだよねみたいな。<laughs> すごいだっていうのは単純に思いましたけどね。うん、でも、なんか、ちょっとしたワクワクがやっぱあるのと、えー、そ,そのね、内部の事務の人も、やっぱ今言ったような、ルールは、まあ、その学面通り受け取らないっていうのが、多分、興奮としてもあって、うんはい、はいはい。 そういう決まりがあるっていうことは、どうか解釈して行動するかを自分で決めろみたいなことだったと思っんですよね。うん、うん、別にね、書いてないことはやってほしいとか、なんかそういう単純な話じゃなくて、あのまあルールの趣旨趣旨というか、うん、なんでこれがあるのかっていうことを理解した上で、うん、じゃあこの時はこうだよねっていうことを、そこまでいきいです、ね なんかそこをある種、幸福として、多分在校生も含めて、ある程度は共有しているみたいなはいはい、はい。なんかそういう雰囲気を今の話はすごい感じました、うん、これが武蔵っぽいよねみたいなのっていうのが、多分そういうことで,で、それは15個下の後輩も13個上の先輩も同じ感覚を持っていて、うん、なんとか学校側もそれを維持してるみたいなね、学校文化ですね。<laughs> まああのー、ちなみに、ね、ちょっと矢野さんの本の方にも戻るんですけども、まあ、あのさっき4月5月のところで、あのー、心がけなかった話を聞いてたんですけども、まあ、同時にその矢野さんが、まあ、自分の授業では寝かせないぞといのと寝るともったいないよっていう、うんまあ、ある種の,そのハードルを設けて挑んでいくっていう時にでも同時にのさっき言ったようなその生徒がこう あののなんていうの参加意識を持って聞きたくなるような授業にするためのパフォーマンス力だったりスキルが大事だっていう話もしていてでこれも矢野さん的にはすごくこの本の中でも様々なアプローチっていうかアイディアあのこういうこういうことがまあそれが話し家のスタンスだったりとかいろいろあるんですけどこれは具体的にちょっとこう自分のパフォーマンスとしての心がけを教えていただけたらなと思うんですけど なんかこう、ねこれはなんか、なんていうんですかね、自己解説は照れくさいですが。<laughs> まあ、パーソナリティ、<laughs> ラジオパーソナリティ。<laughs> <laughs> あのー、そうですね。よくやるのは、まあ、雑談、あのー、これ、あるあるで言うと、まあ、たまに別に雑談入れてもいいよね、みたいなのはあるんですけども、あの、僕は、 雑談だと思わせておいて、実は授業につながってる、みたいな方すげえやるんですね。本当に、あのー、ね、生徒には見られたくないですけど、あのー、今、こう、今すぐ消せよって感じなんですけど、あのー、見てたらね。でも、<laughs> 雑談あ、昨日こんなことがあってさ、とか、いや実はこういうことがあってね、うん、とかあ、これ関係ないんだけどね、とかっていう雑談モードに入って、うん、で、 で雑談している話の内容と、なんかあんま具体的に言えないですけど、雑談している内容と、うん、あ授業の例えば、それ前半にあったとしたら、後半50分、授業やったら40分ぐらいの時に、うん、いや実に、この話でもさ,このさっき、さっきのあの話もこうでっていうふうにつながって、一見、まあ、僕はやっぱり一見無関係なものがつながるということが非常に大事だと思っているので、うんえー、すごいあの身近な。 ベースにある身近な「き、あのこ、ー、なことがあってさ」とか、あのー「みんなの身の回りこうだよね」っていう身近な雑談レベルの話と教科書的な作品世界とかがあるいは評論的なものがつながってるっていう、うんえー、そういうい仕まうそこって結構やっぱラジオパーソナリティ的なのってやっぱすごいそこだなとも思っていて。 あのー、今日もね、ラジオを聞いてて、まあ、大体、ラジオ番組ってメインのテーマ、き今日のメインテーマみたいなのがか、メインゲストとかっていうのが、まあ、決まってるわけじゃないですか。で,そでも、ラジオの冒頭のトークって、大体、はいはい、この間この、こんなことあってとか、この映画見てるあれまあ、なんかそういったトークから始まってって、はいはい、ここがこの実はメインテーマとつながる、でこれね、 やっぱりパーソナリティの売れ次第でもあると思うんですけども、まあ、気づいたら、メインテーマと接続,接続する話になってたとか、うん、まあこれは枕の、枕なんですけど、ね、落語でいう枕、枕の部分が、やっぱり全然こう、日々の時事ネタとかが、まあっていうのが、今日お呼びしているナイナイさんが実はこんな本を出してるんですけど、うん、みたいなところに、ストーンと入った時、すごい気持ちいい,い、はい。はい。はい、<laughs> あの、起きたーみたいな <laughs>。 でたまにすごい強引なともあるし、それが。<laughs> <で> <laughs> 強引なときは強引なときで、<laughs> 強,引で強引だなみたいなのを思っそこからそこに行くみたいな、うん、でも、なんかそれも聴いている楽しさでもあるし、でラジオってやっぱり日替わりで、あの毎日のことでありつつ、なんかそのすごいその毎日が違いすぎてもだめだし、でも毎日やっぱり違うしみたいな、うん、この温度感とかっていうのが、うん なんかね、すごくこう、これも和芸だとは思うんですけど、ね、はい,はい、はい、そうですね。あの、うん、本当に瞬間瞬間の声の発声の仕方とかも、あの、あるんですけど、まあ、それこそ、あの、まあ、ここの本にも書いてますけどラジ、ラジオは僕もすごい好きで聞いてたりして、で、なんかラジオパーソナリティとかあって、 なんか、なりたいなとかと思った時もあって、まあ、そのなんか延長で教員も見てるところやっぱりあるんですけども、うんうん、えそういう本当にこう、多分頭の回転が速くて、あの声質も良くて、えー、滑舌も良くてみたいな、あのそういう身体的なものもすごい大事だと思うんです、あの思うんですね。で、一方で、あの、これも走れメロスの話ちょっと書いてるんですけども、ちょうど走れメロス、まあ、今やってるんですけど、 あの、うん、走るメロスのあ、えー、っと、は、走る部分じゃないところで、一番最初と、うん、一番最後に、こう、王様が出てくるんですけど、あの、王様の話すげえ丁寧に、まあ、やって、で、うん、その、大葉、で、これ、もう本当にこう、一ヶ月ぐらいかけて、走るメロスずっと、うん、まあ、一ヶ月以上ですかね、うん、もうずっとやるんですけど、一ヶ月の今、振り落ちの今、途中で、うん、もう、いよいよ、今、ラストにかかる多分、明日、ラストぐらいなんです、うん、<laughs> あの、自分。明日、ラストぐらいですか。<laughs> 明日、ラストぐらいですけど、<laughs> それは本当にこう、いにえー、っと1か月以上かけてずっと振って振って振って、最後明日を落とすところなんですけども、まあ、そういうなんかこう構成的な意味でも、かなり分かりやすく、伏線張って落とすみたいなことも、まあ、やりがちですね。はい、まあこれもね、だから途中寝てたりとか聞いてなかったりすると、その構成の妙がね、 そうなんですやっぱ驚いてほしいなってやっぱ思っちゃうんですけどね。なんかこの「走れメロス」っていうのはもうだから矢野さんのある種の,そのライフワーク的に必ずやるまあ数年に1回必ず回ってくるみたいなところがありますよね。だからでもこれもそのやるたびにある種手応え的なものは やっぱり違うもんですよね。そうですね。はい。すごい、すごい反応が多い。うわーってなる時もあれば、なんかピンとこないみたいな。<laughs> うん、うん。まあ、うん、あんは、なんかこう。その場でピンと。まあ、ベタ、ベタなあれで言うと、芥川龍之介の羅生門とかも。うん えっと、これ2018年のこう1人それやった時に、なんか全然なんかこうピンと来た顔してなくて、うんうん、いやーどうかなとかって思ったんですけど、うん、まあなんかいざ聞いてみると、あのすごい、うんあ、あのあそこが面白かったって言ってくれるやつもまあいるので、まあ単純にこう、表情だけだと表に出さないけどっていう、まあこともありますね。はい。 でねあのー、本の中でも生徒のあのー、ショートとかでも生徒との結構のやり取りがいくつか紹介されていてでこれね、ねよく言われるのがこの最近の若い者は的なもん切り方の話にもなるんですけれどもまあどんどんそのなんだろう発言、おとなしくなっているとかなんだろうで発言発言量が減ってきているとか。まあの なんかそういったこう指摘が、これこそ長いこと教員やってる人はやっぱ定点観測してみてると、どうしてもこう近年静かになってきている印象が強いっていう人はかなり多くて、うん、これ自体はどうですか<ー>その体験、体感的には。うん。そうですね。 まあちょっとね、今ね、あの、うん、要は逆になんですけど、と、はい、いうのは、山野さんが今言ったように、その表情とか反応だけでは、あれ聞いてねえのかなとか、ピンときてるのかなというふうに見えても、深掘りしてちゃんと聞くと、実は結構、ちゃんと聞いてたけど、それはある種、表明したりっていうのをわざわざしてなかったりとかっていうパターンのが多くなってきてるのかなっていうのも合わせてなんですけどははい、はいなるほど、なるほど。 あのー、見えてる範囲だと、何ていうんですかね。おとなしくなってる感じは、ちょっと受けますね。うん、これはん、全体、全体の印象としては。これな、なんでなんですかね。うん、そういうのは、ちょっと確かに感じたりもしますね。 うん、まあ僕なんかもね、えっ、ー、とまあ宮台さんのあの都立大のゼミとかにも参加してて、でそうそ,うその若い学生が発言量が少ないとか、あ<ー>参加、少ないんじゃないかっていう、まあ毎年あって、はい、毎年、まあ、年長者もいるゼミなんで、まあ、僕とかもいて、べラべらべらべら喋ってるわけですけど、で僕なんかもうほっとくとベラベラ喋れるわけですが。これうん あの、だから参加用がないとか聞いてないとかなんかおとなしいっていうふうに思ったんですけど、やっぱさっきみたいに、割と、あの、個々人で会って話してみると、うんうん、結構いろいろ理解もしてるし、はいはい、まあ、ね、話も聞いてんだけど、まあ、例えば、ここで別にわざわざ言わなくてもいいかなとか、ああまあ、なんかい,いろいろな理由があって、うんうん、あの、だから、決めつけられているほど何もやってないわけではないみたいなことは結構わかってきて、はいはいはい。 で、そはかなるほど結構、はいはい、うん。あ、割と、なんだ、いろいろ面白いこと考えてんじゃん、みたいなとか。なんか、で、その似た同年代だった仲間内では、割といろんな議論はしているけども、まあ、それを別に改心してない、かったりもするとか、なんかいろいろあるんだなっていう。ただまあ、言ってくれた方がわかりやすいけどね、とは思いますけど。うんあの実はって言われてもな、みたいなところは。<laughs> <laughs> 宮台の海なんて、ん特にいろんなね方々がいらっしゃるから、うん、そういうところでね、本当は、こういろいろ意見交換というか、ばばばってうなったほうが、宮台さんが一番しゃべるっていう問題がある、問題でもないんだけど、別に。<laughs> 問題ってわけじゃないんだけど、まあまあ、まあ、よくしゃべる人なんでね, <laughs>、うん、ね。なんかこのの学生の そのコミュニケーション。これ、例えば週2回授業で会うっていうと、はい、まあ、コモンやってたらまた別かもしれないですけど、えー、部活のコモンっていうのは割と、ね、密接ですね。うん、っていうのはあるけれども、どういうタイミングで結構そういう人の話を聞いたりしてるんですかこのエピソードとしてもいくつか出てきてますけども。ああ、はい、はい、はい。ええー、でも、そうですね。そうですね。 えでもなんか本当単純に、あのー、休み時間とか、あのー、まああ、こう、ちょっと残ってると、いろいろこう、話しに来てくれる、うん、愛想のいいやつもいてくれますし、うん、えー、本当になんか、単純に、あのー、浮かない顔してるときとかは、割と僕は話しかけに行っちゃうので、うんうん 最近どうとかっていうのは結構、うん、いや、ありますけどね。疑われてるかもしれないですけど、そういうのはやります。そうすると、なんかポロッと出てきたりとかはしますね。うん、なんか、あんまり利害が、あの、まあ、とはいえ利害があんまない、かあの、関係ないっていうか、え、距離感的に。まあ、担任とかだったらまた別かもしれないですけども、うん、隣のクラスだったりとか、えっと、授業でやってるぐらいだと、あの、利害がなかったりもするので、意外となんか、うん ポロッと言うとポロッと出てきたりとかっていうのはありますね。はい。じその辺は、ま、えっ、ー、と、うん、結構自分から行くことが多いです。はい。はい。うんあのー、これもね、僕、授業受ける側の時には、はいその、生徒の机から 教託を見ていたから、まあ、えー、ジャンプ読んようが、えー、ベッド食ってようが、バレてねえー、いいだろうっていうふうに思ってはいたわけですけど、<laughs> はいはい。これ、いざ、教託に立ってみると、見事なぐらい丸見えじゃないですか。めっちゃわかりますよね。<laughs> 目線がおかしいですから、ね、<laughs> どう考えても <laughs> <laughs> で。で、やっぱり、まあ、まあ教師やっぱり、そういった意味では、生徒の挙動っていうのは、やっぱり見てるもんですよね。うーん、なんか、 漫画読ん、まあ漫画、まあ自分はですけど、まあたまにそういうの出くわすとやっぱめっちゃわかるし、まあ、あとはまあ、<laughs> 見てて見過ごしてるは、まあ、かなりあると思いますね。なんでそんな浅はかだったかな、当時って思いますけどね、中高時代とかね。いや、まあ,あ<の>そういうコミュニケーションですね、っだってね。うん それこそね、僕なんかあの、大変頼んでなんか、はい。海食いに行って別に行ったりとかしてたんで、でも大変ってありえないわけで、あの、<laughs> 座ってないから誰も座ってない。<笑><笑>確かに。確かに。それはバレ、見え見えだよみたいな。これもね、なんでそれが通用するのかと思っていたのかっていうのは、やっぱり10代の朝知りだとは思うんですけども、ちょっと、会議に入って言っていて、とか言って。<laughs> まあね、こういうことをやっていましたからね。うん、でも、やっぱそんな僕でも、まあ、やっぱ、聞く授業、聞かない授業ってなって、面白いなと思う授業、やっぱ聞いていたから、うんうん、そうなんでしょうね、だから。いやまあなんかそ、まあそんなもんでいい、いいと思うというか、うん、まあ、あの、もし出くわしたら、多分めっちゃ怒ると思いますけど、うん、それだけっていうか。うん まあそういう時もあるよねって心の中でやっぱ思いますね。だから、どっちかって僕今教員なので、ね、教員の許容量があんまあそういうのをもうなんか許容できなくなってることの方が問題に思ってしまいますね。うん、あの、生徒側のなんだろうあの、振る舞いに対しての、うん、いや、まあさっきのその、OK、はい、ラインを引くみたいなことが、もう確一化しているというか、はい うん、非常に窮屈、ね、っていうことですかね,ですね。そうですね。なんか、いや自分も中学校だ、中学生だったんだから分かるでしょって思うんですけど、うん、まあ、もちろん腹も立ったりとか、こう、いろいろね、ま、分かるんですけど、まあ、そのなんか許容のできなさがすごい最近はちょっと気になっていますね。はい。うんうん、これは社会的な話だと思いますけどね。 うん、なんか要は、ある教員に求められるものが多すぎ問題とかっていうのをよく指摘されてるじゃないですか、でそれこそ部活の顧問だったりして、試験の採点だったりなんだと、まあ、ちなみに矢野さん自体はその教員っていう仕事、結構それでも物も書いたり、発信とかしたり、イベントやったりとかもしているので、なんかどうその矢野さん的にはその教員の仕事の仕事量的にはどうですか、実感としては。 仕事量は、いや、やっぱ多いと思いますね。なんかああ、多いですか。うん、別の職業の友人とかと話してると、やっぱ、うん、多いんだろうなと思いますね。休みも少ねえなって思いますね、うんうん。まあ、あのね、部の顧問やってる時とか、週末が試合とか練習とかも入ってくるし、えー、合宿だったりとかもするわけですもんね。そうですね。 うん労働量はやっぱ多くなってると思いますね、うん、全体的に。うん、うん、そういった意味でその教員のあのー、なんだろうちょうどいい仕事量っていうのは、ね、例えば国語教師の場合、どれぐらいあればいいと思います <laughs> <laughs> あのーまあ、どれくらい でまあね、今、部活の見直しはもう多分、ここ10年でずっとつ、うん、あのいろいろこう変わっていくんだろうなと思うんですけども、うんうん、僕は自分の大学の先生に言われたのは、で今,うん、今はそうだなと思うのはあの、うん、授業が中心だっていうことやっぱすごい言われて、うんうんで、僕もそう思いますね。授業が中心だってで。だだだだんだんだん、うん あのこれさっきの,そのパフォーマンス話の裏面なんですけど、これ逆に言うと、パフォーマンスがそれなりにできちゃう人は、授業内容、うん、無内容でもそれなりに形になっちゃう問題みたいなのもあって、そうすると、いろんなこう、うん、え雑務とかが増えていくと、一番こう優先順位下がっていくのって、授業準備だったりしてくるんですよね。うん、なるほどで。僕は意識的にそこはあの確保するようにしてますけど、うん、意識的に確保、うん、するようにしないと、 えー、ど、うん、んどんどんどん後ろに下がっていくっていうのは、えー、あって。で、それはもう本末転倒だと僕は思って、うん、で,で、あとはなんかこう、結局なんかその、いろんな、あの、生徒の問題とかが起きた時も、えー、それを、こうなんていうんですかね。 それに対してこう、いろいろこう取り組むときにも、まあ最低限の信頼関係がある程度ないと、となかなか難しいところがあって、そうするとなんか、あの生徒を守ることもできなかったりとかもするので、そのラインを失うと、俺は教育現場としては本末転倒だなと思うんですね。ただそれって一番目に見えないもんだから、一番そう、なんかこう、後ろに下がりがち。で、えっと、 そうですね。だから、そういう意味では、授業準備がちゃんとできて、最低限の、うん、えっと、生、え、徒、ー、と,と話せる余裕があるっていうことは、うん、が、うは絶対確保しとかなきゃいけないと思いますね。うん、それで言うと、今は余計、余計な仕事っていうか、なんですかね。なんか、ちょっとあ、人手が少ないっていのもあるので、全体的に、業界的に。 まあ人でも含めて、まあちょっとバランス、そんな良くないと思いまますね、うん、まあねあ授業準備、あの要はやぎ慣れてることだからこなせるみたいな風になっちゃうっていうそうなんですよね。まあさっきも言って、生徒とかで、ね、やっぱそういうのってちゃんと分かるっちゃ分かるんですよね。いや、見透かされます、本当に。うん、んねえ、あのこなしてるな、ね、こいつみたいなのとかも。 でやっぱそれはモチベーションにもやっぱりそういった授業とかっていう、授業態度って、授業態度ってなんか生徒側の言葉としてよく書かれますけど、別にあの授業態度は先生にもあるだろうといやー、全くおっしゃってもいです。確かに、確かに <laughs>、うん。だからね、割と授業態度悪いんだ、この先生みたいな。<laughs> ああ、それいいですね。<laughs> うん。悪いなって、うんうん、いうのは結構ね、両方向あるだろうっていう気がするんですよね。うん、で、うん でなんだろう、それこそ授業態度の悪い先生な話に頑張って、なんか真面目に聞いてるやつ、お前、大丈夫かとかっていう、その正当がないのコミュニケーションとしても、そのこんなの別にいいだろうっていうふうになっていくと、それはそれですごく感染力が高いっていうか、うんうん、こんなのいいだろうかっていうのはば、ねはいはい、ーって広がってきますからね、大体そういうの広めるのがうまいやつじゃないでね。<laughs> はい、こいつの話聞く価値なしみたいな感じの態度をポンで誰かが取るとすごい伝説していくっていう現象ありますからね。うん。まあね、なんか小学校の時にもね、それで、はい、授業のコントロールが全くできなくなった先生が、うん、でまあ結局続かなかったんですけども、えー、あの小学校低学年でみんなもうグラウンドとかにわーって遊びに行っちゃってダメです 聞かないみたいな、<laughs> 一回そうなっちゃうともう収集がつかないっていう、うす,ね、すごい、あのまあまあ、の何,何かしらのきっかけはあったんでしょうけど、ね、この辺はね、やっぱり双方向のいい感じでバランスを保たないといけない,いす,、ね、すごいね、思いますよね。でなんか。 これは別にその生徒の,その人柄の属性に,によるところもあると思うんですけど、そのどういうメンツがクラスに集まっているかとかにも、ある程度は左右されると思うんですけども、でも、基本的に学校に行く目的っていうものがね、まあ、学校に行く目的っていうのも、どれだけ共有されているのかってもちょっと、もちょっとあやふやな気もしますけどね。そうですね私立の受験してきた っていう場合は、一応何かしらの、あのー、通過儀礼はみんな経てたりはするから、まあ、一回そこに立ち戻れば、まあ、いろいろ頑張ったしなみたいなことにもなるかもしれないし、うん、でも、何しに来てんのみたいなところって、実は結構本質的な問いだし、そこは生徒側がわりといつそれに気づくかとかつかむかによっても結構変わってきますよね。そうですねうん あの、義務教育の話はよくしますね。なんで義務教育なんだっていう。うん、なんで私たちの社会が義務教育を選んでいて。うんうん、で、まあ私たちの、うん、まあ日本という意味で私たちの社会以外でも、まあ大体近代、えー、近代の時代は義務教育が大事だということに今一応なっているけども、まあなんでそ,そんなによ、 大事なんだっていう。で、まあ、読み書きできて、なんか考えを自分なりに、こう、深めて意見交換できることが、いかに大事かっていう話は、これも4月5月話で、結構繰り返し繰り返し、うん、あの、やりません。うん、で、えー、で、で、それは、その、じゃあ大事だっていうのは、まあ、理屈で分かったり分かんなかったりするんですけども、それとさっきの話で、授業を聞いて、 てないと損するからねっていうのがセットになって初めて、うん、ああ、そういうもんなんだって思ってほしいなみたいな、こっちと思いとしてはあって。で で、まあ、あの、もうそういう本当に根本的な、まあち、えー、僕は中高ですけど、中学校の場合は、その義務教育っていうものがあるんだっていう。で、高校は逆に、えー、義務教育が終わったにもかかわらず、君らは、うん、まあ、あの、完全に自分の選択ではないにせよ、まあ、ある種の選択を経て、高校のこの場にいるっていう、その意味考えてないっていう、まあ、割と根本的なところから話したくはなっちゃいますね。うんう まあねなんかちゃんと一応、その今の山田さんの言ったテーマに沿った考えを一回やっとくと、割と整理しやすくなると思いますけど、自分が何にしに来てんだっていうことに関してはね。うんあのねあね、まあね、なんかそういった4月、5月にそれをやっぱりちゃんと一回自分の頭の中でその問いを通過させておくと、ねね、まあ、ね、なかなかすぐには分からなくても。 いや積み重ねていくと、ポーンって、ね、あ、そっか、みたいな <laughs> とこあると思うんですけどね、うんうん。これね、あとね、この本はね、まあ、僕のも含めてね、あの、まあ、いろんなジャンルの音楽とかも紹介されてるんですけど、えー、ヒップホップがね、わざわざ出てきてね、このヒップホップ感っていうか、ヒップホップ論もすごくね、論文とのあれとかね、うん、フリースタイルラップの話とかね、うん この辺りは、割と意識的に、まあ、あの音楽の話をね、あの多ん、こう、つどつど入れていくっていうスタンスで紹介していると思うんですけど、ヒップホップの紹介の仕方もすごく面白かったですね。そうですねサイ。サイファーっていうのが、やっぱ、りサイファーってなんだろうっていうのが、割と、うん、あのムロ,ムロさんがやったヒップホップジャニーダ・サイファーって、リコさんと、j ウェイ e の。 あれ初めて90、90年後半ぐらいですかね。うん、僕は中学生の時あれ聞いてて、うん、で、うん、あれでサイファー、あれでも KRS1 が命名なんですね、うん、サイファーっていう番組名が。うん、そう。で、そのサイファーっていうのは不思議な言葉だなっていうのはなんとなく昔から思ってたんですけども、うんうん、で、たまたま僕が最初に買った、あのー、僕 ECD さんがすごい好きで、で、うん、ECD の、えっ、ー、と、うん あのー、ロンリーガールとか入っている、あのー、アルバムがあり、ありますけれども、うんうん、名前、あ、ビッグ、えー、ビッグユース、ビッグユース。ビッスの最初に、語りっぽくなって、あの、ラキム、KRS1、うん、とかて、グランドマスターフラッシュ、エドアケビとかって言うんですよね。うん、で、それで、なんだこれっていう感じで、ラキム、順番にラキム聞いて、KRS1 聞いて、でもヒップホップの中に、 ポール C っていうのはいねえな、どこにもいねえなとか、エンジニアだったって後で知ったりとか、うん、エドア・ケミってヒップホップのターンにはねえなとか、うん、まあそういう感じだったんですけど、うん、で、KRS-1 手に取って、でそれはたまたまエデュテイメントだったんですよね。えーうん、で、でまあ、その時になんとなく、それも中学生の時ですけど、解説読んでよくああの分かってるのはかんないようなっていう感じだけど、うん、すごい興味持ってて、 で、その KRS-1 がサイファーっていう言葉をまあ使っていて、サイファーのあの意味もなんとなくは知ってたんだけど、なんか概念的にやっぱよくはその丸くなってそれでみんなでやるっていう、これが何なのかっていうのは本当にわかんなかったんですけど、まあそれこそダースさんがフリースタイルのあの、ね、レジャージとか、ジャッジとがその司会っていうか MC やってましたけども、まあバトルも含めて、なんかあの、 やっぱりサークルの共同的に言葉が生まれてるっていう何かそれを国語教員になって再発見していくみたいな、うん、ってとった時になんか言葉を発するっていうのがいかに文化的にあのアフロアメリカの文化的に大事だったのかっていうことも思って KRS、うん、はのユーマストランって確かにそういう話だったなとかそういう曲だったなとかって思って、うん、やっぱり あのー、それも義務教育の話なんですけども、やっぱりこう、言葉があって当たり前だったので、えー、まあ国語も、まあなんかなんとなく、あの、得意科目だったし、まあ日本人として日本語を、えっと、日本語を話していて、何のこう、まあある種のマジョリティとして何の不自由もなく座ってきたけど、言葉を発するっていうこと自体が非常に困難な人がいる。 いるとかそういう状況があるっていうことを考えたときにサイファーであるとか KRS1、うん、のユーマストランっていうことがなんかすごく重く響いてきて、うん、まあこれやっぱ教育の話だなとかと思いましたね、うん、まあねそのさっきのエデュテイメントっていう話や k r s ンの造語でねそのエデュケーションとエンターテイメントっていうものをこの武器ダウンプロダクションの話に出して、えー、で、ね、自分のことをティーチャーねそうですね、いうふうに ケアレスワンは言って、教師であるっていう、ヒップホップの教師であるっていうのと、ねあのー、サイエンス・オブ・ラップっていうまあ教科書みたいなものを、ねね、<laughs> 出してたりもして、で、まああのー、日本でいうとユーザーロックがその、えー、完璧にいたっていう、いわゆるそのケアレスワンの影響をどんと受けて、あの人はね、これもよく言ってるアピエピソードなんですけど、そのナイト・フライトっていうラジオ、それこそラジオパーソナリティでもあり、ねね、ナイト,イト。 東京 FM の深夜にやっていた不定期でやっていた番組の中で、まあ、自分はあのヒップの完璧ティーチャーだって言ってるけども本当にリアルに教師になろうっていう宣言をしてそのための勉強も俺がしてるとか言っとくとかやって言って。<laughs> とか言っとくってね。えー、<laughs> れでお前らも少しは世の中の役に立てとか言って、あのー、あの俺はヒップホップでいろんなことを学んだけど俺が学んだことをお前らにも教えるし。 あの世の中にも教えていくんだみたいなことをすごいドンって言って。うん、で、結構僕らの周りがすごいそれで感動した人が何人もいて。うんうん、で、僕は、えーうん、具体的に3人、そのラジオを聞いて先生になった友達がいるす,いすごい。ごいラジオを聞いて。いで,うん、で、ユーザーロックがその、俺も教師になるけど、お前らも、はい、ヒップホップ聞いてんだったら、 それで世の中の役に立てとか言って言って <laughs> <で>、それでヒップホップは世の中を良くすること、ダメにあわる音楽なんだみたいなことをわーって言うから、本当に影響を受けて勉強して教職免許を取ったやつが、3人、もう、うん、もっといるから、あの、先生にならなかったけど、教職免許も取ったやつ入れると、はいはい、10人近くいるんですよ。で、それはみんなそのラジオを聞いてて、うん、それで,で、実際教師になって、今も高校で教えてるやつとかいるんですけども、 まあね彼らたまに会うとね、ラスエーダーはさ、ユーザーロックに会ったら、お前、いつ教師になるのかって言って、<laughs> <laughs> あの時 <laughs> ラジオで俺も教師になるために勉強してるって言ってたけど、一個になる気配ないんだけど、<laughs> <laughs> なる気配ないんですけどみたいな話で、どっちかつ反面教師になってるけど大丈夫みたいな話になって、あの気持ちはまだあると思うよみたいなね。<laughs> <laughs> 最高すぎますねまあでもね本当に先生になっちゃいましたからね何人かねでやっぱりでその教師になった連中はねやっぱりヒップホップを通過後のある種のエリテイメント的なアプローチってやっぱみんなそれぞれにやってはいて立派<ー>だなとは思うんですよね結構あのあそういう感じで授業やってるなとかねで生徒とも結構 あの、信頼関係を築けてたりも、やっぱり、ある種、そのスタンスで行くと面白い先生になる可能性はやっぱ高いんだろうなっていうか、うん <laughs> うん、なんか面白いな、この先生みたいな、先生にはなってたなっていう感覚は、まあだ、みんな僕の同世代なんですけどね。あの、まあでも、ね、あの、今、ユーザロックの言うことを信じちゃダメだよっていう、<laughs> <laughs> <laughs> あ、りつつね。でも、うん、ユーザロックがそういったスタンスを取ったのは、やっぱケアレスワンっていう存在があったからで、ね、うん でね、そのケアレスワ1のサイファーっていうのは、まあ、僕も、ね、武器としてのヒップホップっていう方ああ、そうですよね。いや、もう本当に素晴らしいね。こははい、ところは結構取り上げて、あとはいわゆる神沢的なコミュニケーションとは違う円,はい、はい、円形の、まあ、円卓会議とかっていうのをよく言われますけどもで、サイファーっていうのは実は出入りも自由でおす,すごく流動的でもありつつ、円形を保っていて、そして同じビート感を、えー。 リズム感を共有しているっていう条件さえ満たせば誰でも入ることができて、でかつ同じリズム感を共有していると結構できないと思ってた人もリズムに乗ることでその発話が可能になってくる。<ー>だから全然ラップしたことないやつもサイファーの中に入っていくとビートに導かれて結構フリースタイルできるようになっちゃったりするっていう、<ー>なんかそういったあの現象が生じるみたいなね。 皆<で>さんの中では「おローっていうね概念が、うん、まあやっぱり出てきますけど大きな流れがやっぱりどやっぱり確かにあるっていう感じがありますよね、うん、きっと。はいうん、授業のねあの授業にはやっぱり流れがあると思うしでまあ、例えば睡眠だったり何だったりってやっぱその流れに対してのノイズにもなるっていうか流れをないい感じの流れを止めてしまうこともあってでみんなが いい感じの流れになると、どんどん運ばれていく感じっていうかね。ええー、そうですね。まあね、あの、メロスというと、川のね、せせらぎの音が走りやすいみたいな。は,は,はいはい、<laughs> そうですね。あれ本当、フローでしかないですからね。あれはフローなんですうね。<laughs> うん、ああ、面白い、そうですね。<laughs> うん。そういう、なんかね、あのー、ことが、その、矢野さんのね、学校をする体の、 中にね、そのヒップホップビートも脈打っているっていうのがね、すごい面白かった。<laughs> <laughs> あの、ね、でも、ム、ね、ロさんのね、ヒップホップジャーニーダスサイファーって番組やっぱすごく優れた番組でね、配信、えー、の,のヒップホップチャートをレコードレコードショップのね、マンハッタンのチャートでしたもんね、あれは。で、それを紹介して、 で、かつ、ムロさんがプレイしたその新曲の,そのプレイリストっていうのがレコード屋さんにはぎ出されるんですよね。<ー>そ,<の>そうなんです、ね、で、それと、レコード屋に行くと、うん、サイファーでかかってた曲がわかる。で、まあ、同時にそれが変えるみたいな、<laughs> そういう、<laughs> それこそそういうフローになってて。<laughs> なるほど <laughs>、うん。結構ね、これもね、面白かったですね。<laughs> うん、まあね、でもね、このね、その、 ヒップホップ、ケアレスマンの考え方とかね、論文とかフリースタイルとかっていうのを本の中で紹介されてこれもすごい、ああ、面白いなぁと思いましたね。この、いうのね。ライムスターのこととかもね、工夫とか。ああ<ー>、ね、工夫です。<laughs> いや、工夫も素晴らしい曲ですうん、うん、ええー、結構ね、そういったものっていうのが、やっぱり、あと、まあ、矢野さんもそうだし、今の、 教師になった人で、例えば20代とかで教職免許を取った人っていうのは、えー、まあ、ヒップホップ知ってる人は多いでしょうから、まあそうですよね。うん。今はなんかね、よりヒップホップ感が <laughs> あの前提となりつつあるんじゃないかなっていう期待もちょっとあったりはするんですけどね。うん。ね。うん。やっぱ、どうぞどうぞあ、どうぞ、いいですよ。い、うん、いやいやまあ本当にスクールとか、うん ーーチャとかそういう言葉を発した音楽が本当出会ったことなかったので、その証拠が結構ありましたね。スクールってのはね、ヒップホップいっぱい出てきますからね。そうですよね。まあ流派的な。ねあのっていう、あの塊っていう意味のスクールっていうのも、FG スクールとかね、なんかありましたね。 結構ねあの、概念としてのね、その、学校の外の学校とかね、学校に行けなかった人の学校だったりとか、そうそういう感覚は、今ね、僕はワグナープロジェクトっていう、えー、まあ芸大の高山明田さんっていう演出,の演,出の演出教授がやっている演劇のプロジェクトに定期的に参加してるんですけども、これもヒップホップがあのを学校であるっていうのと、 まあ、ワグナーっていうのがあの、ニュルンベルグのマインスタージンガーっていうのが、ニュルンベルグのマイスタージンガーっていうのが、なんかその,あの、ニュルンベルグって街に、新しい旅人がやってきて、その人が新しい歌の、新しい歌のスタイルを持った人で、でその人がやってきて歌合戦が始まるっていうオペラ、うん、ワグナーのオペラなんですけど、これって今で言ったら、MC バトル、ラッパーがヒップホップって新しい、 歌い方を持ってきてで、MC バトルが始まったみたいな読み取りができるんじゃないかっていうところから、うんうん、今、ワグナーをやるんだったらヒップホップだろうみたいな話になって、うん、でそれで金沢芸神奈川芸術劇場で最初にやったら、神奈川芸術劇場がこんなのワグナーじゃねえだろうってすごい怒った <laughs> <laughs> あそう、ね、あの経緯もあるんですけども、うんまあ、これもね、やっぱり。 そのヒップホップ的なスタンスを学校として学びあの学びの場として機能させているドイツでもやったんですけどもはい、はい、ドイツでやった時に14歳から21歳ぐらいまでの子たちが集まってで僕はすごくこれが面白くてドイツでフランクフルトって街でやったんですけども MC バトルを。あのーはい やる時はそのドイツで MC バトルのイベントとかをやってるやつに協力してもらって、えーでまあ、彼がこう来てこうバトルとは何かみたいなことをやってて実際にやってみるみたいなでその時に、まあ、あの18歳ぐらいの男の子と女の子同士がバトルになったときにおみだいやこんにちはんこんにちは <laughs> <laughs> うん、今、髪型がボサボサだから。おやすみ。<laughs> 飛び出しめてね。<laughs> 小学生のですけどね。<笑><笑>うん、なんかね、そのバトルになったんですよ、男の子と。はいはい、その時に男の子が。 いわゆる B ワードっていう、まあ女の子を侮辱する、<ー>出したんですね、ラップの話。それで、そしたら、あのー、その、戦ってた相手じゃない、その場にいた女の子が、パッって入っていって、はい、今、なんつった話になって、それ<ー>で、そしたら、俺はこのこい,つこいつとバトルしてんだから、お前関係ねえだろとかっていう。 話をしたら、私は今この部屋にいて、あなたの言葉聞いてるんだけどっていう話になって、うん、で、その後一回、こう、ストップってなってから、全員で話し合いが始まるんですね。えー、この場で、じゃあ、その MC バトルっていう場だったら、どこまで行っていいのかとか、でも、この男の子のラッパーは、私が部屋にいるっていうことを意識せずに言葉を使ってた。それは、あの私に対する態度としてはどうなんだみたいな話が。 その場で10代の子たちが始めるんですね。すぐにこう議論が始まって、うん、で、車座になって、えー、じゃあちょっとまず一人ずつの意見を聞いて、あのー、まずその当事者含めてまず話したいみたいな感じで、そうするとどんどんみんな自分の意見を言ってくれそれ、うん、<laughs> で、そしたら、その芸術、劇場の職員だったおばちゃんみたいのが、 私もいたけど、私はこう思うね、みたいな感じで入ってきて、ああ <laughs> それで話がね、でもちゃんと話していくと、最後お互い、ああ、でもそういうことが分かったっつって、まあその男の子側が、あのー、要は自分が、誰が聞いてるかっていう意識が、をせずに言葉を発していたっていうことに関しては、自分の言葉に対する責任の取り方つって良くないみたいな結論を自分で言って、 で、この場でふさわしい言葉っていうのが何かっていうのを考えずにラップしてたみたいなことを言って、うん、で、また再会、あのバトル再開みたいな <laughs> になってったんですよね、うんあ。これは面白いなと思って、うん、で、その後にこの大体毎晩、のドイツの地元のラッパーを呼んでライブをして締めるみたいな、そので2週間ぐらいやってたんですけど、な、ま、ん、あ、で結構有名なラッパーとかも来て。それで でこうなんかどっか、ケルンっていう町の有名なラッパーが来て、すごい人気者だったんですけど、ワードラップして、で一応、なんかまあ、日本人がやっているイベントだっていう前提はあって、まあ、英語で MC をしてくれてたりするんですけど、盛り上がってきたら、はい、なんかドイツ語になってっちゃってで、ねえーで、僕も結構前のことで聞いてたんですけど、えー、なんか、なんか言ったんですよ、ドイツ語でばーって。えー、そしたら、僕以外の全員がばーって座ったんですよ。 あーでこれ座れって言ったのかみたいな 1>、えー。<laughs> 1人だけポンって立ってる状態で、それで,で、ああ、なんだよとか思って、でちょっと、あの一人だけ立ってるのはあれだからってちょっと後ろ下がっちゃったんですね。で、次の日の集まりの時に、昨日のライブどうだったみたいな話になったときに、あの時にそに、僕もライブ見てて、ドイツ語の MC が分からず、みんなが。 座った時に僕は分からず立ってきたと。で、あの状態になった時に僕はどういう気持ちだったと思うみたいな話をして、で、なるほど、でも、まあなんかその、ここはドイツだし、みたいな話をするやつもいれば、<laughs> うん、まあでも、でも、 あのでドイツ人ってそんなに英語は得意ではないんですよ。もともと第二言語だと思うし。ただ、実はそこにはアラーブ系の人もいれば、ロシア系の人もいて、結構ねあの、いろんな属性の移民がフランクフルトっていうのが多くてで、そういった意味では、実はドイツ語が必ずしも得意じゃない人も結構いると。なるほど。で、そうしたときに、そこの場で、あの会話するときの言語は何がいいんだって言ったときに、うん この、どの言語を選択するかによって、誰に向かって喋ってるかっていうのが決まってくるよっていう話をして、でこの前日本人もいますア。アラブから来た、ドバイから来たやつもいますとか。その時に何を、どう言うかで。僕はずっと英語で喋ってるんですね。で僕は大事なこと全部これから日本語で言うとしたら、ここにいる日本語のスタッフはみんなわかるけど、君らはわかんない。うん、これでいいと思うかみたいな話をしてったら、うん、結構そこから、 そのドイツ人の10代の子たちが、その英語で、ラップはドイツ語で書いてきてるから、ドイツ語でやるんだけど、極寒、ええ、の MC みたいな英語で頑張ってやるようになってくれたりとかして、あ、ええ、あ、すげえあの、しびれるねみたいな、<laughs> 結構そ、それがすごい僕の中では、あのもう一回学校に行ってる感じ、しかもちょっと、一応なんか先生役で行ってたんですけども、ええ、ただま よくわかんないじゃないですか、ドイツ人からしてみたら、日本人のラッパーが先生ですみたいな感じで来ても。だから、じゃどうやその最初のかましも含めて、あの最初のかまし何やったかっていうと、ドイツ人たちが終わった後、外でサイファーやってるのに、ボンって入ってって、ラップしたんですよ。うん、<laughs> で、英語ではバーってフリースタイルラップしたら、えー ボーけて盛り上がって、みんなスマホとかで撮って,て、えー、で次の日にはみんなにそのスマホで僕がフリースタイルしてる動画をェアしてお、こいつ結構やるよみたいな感じになって、<laughs> 大丈夫になったみたいなのがあったんですけどあ、あれもね、すごくね、ヒップホップを通じた学びっていうのはすごくあった体験でしたね。そうですね。なんかやっぱこう場があるっていうこと、場がセッティングされてるっていうことと、なやっぱこう、うんうん、なんですかね。 うん、言葉っていうのはやっぱ大きいのかなってちょっと思いますよね。なんかさっきねうん、うん、おっしゃったその言葉の自動的に言うんだけど言った瞬間に誰かに向けて言っているってことが知らず知らずのうちに前提にしているものがこう、うんね、あらわになる瞬間であるとか、うん、そういうのが、うん、いろんな人が同じ場を共有してるからそういうのが生まれてそれが何かこう思考を深めるきっかけになってんだなっていう。 うん結構ね、さっきのラジオの AM ラジオと FM ラジオの違いもあって、えー、誰に向かって言葉を言ってるんだろうっていうのが、ま、あのラジオパーソナリティって言っても、実はいろいろあるので、<laughs> 結構、生徒側が、ね、自分に対して言われてないと思った瞬間に、やっぱモチベーション下がっちゃうんですよねまあそうですね。 この先生自分に何もしゃべりかけてないなみたいに感じてしまうとやっぱり参加意欲は多分減ってしまうだろうなっていうのはまたなんかダースさんが最初に英語のラップをして、まあ、それもある種のかましというかあそれでこう聞く耳、ね、耳を貸すべきってことですよね,あのね聞く耳向けてよっていうのが挨拶代わりのそれがあってででもそういうなんか 身体性みたいのも、なんかそのために身体性があるなってなんか思うとこがあって、自分なんか、うん、まあ僕はもちろん振り下げていけないけど、あのー、本当にここは大事で、これはちょっと聞いてほしいなっていうことを、うん、いざという時に聞くため、聞かせたいから、うん、いろんな経験をやっぱりして、うんうん、いろんな経験をは出せるように、 そうやってこう体を使ってんだろうなって思いますね、うん、あねあの最初にだから、サイファー、サイファー、それこそ外で、劇場のなんか外でサイファーやってて、そこを通り過ぎたときに、はいはい、それ、そこに入る、入らないって選択肢がはい、はい、当然あるんです、す、はい、もし僕がそこで入らないで通り過ぎてたら、まあそういうやつとしてしかたぶん話は聞いてもらえなかったと思うんですよね。はい で、やっぱ結構、キュッとそこは集中して、ポンって入って、ラップしてみたいな。うん、まあ、なかなか、あの、痺れる感じだったんですけど、<laughs> この、オイス人の10代のやつが、わ<や>ーとっと、すごいです。やってる中にこうやってポンって入ってくって、まあ、しかも初日ですから。ただし、やっぱそこの、そのリズムにポンって一緒に入って、うん、乗って同じリズムに乗るっていう、同じフローに乗るっていうところが、やると、やっぱり、あ、あのー、 仲間だなっていう、結構それを早い段階でやらないと、結構ね、それに、あのそれをやらない人は、やっぱずっとなんか、なんだこの人っていうふうになったなっ。はい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 、はいはいうん。なんか想像ですけど、<え>そのああのまあ、サイファーでフリースタイルやって、それがまあ結果的にはおってなったってなじですけど、まあ、おおってなんなくても、なんかそこの交流してるだけでやっぱ違うと思うんですね。やっぱなんかこう、うん 体張るって大事だなってよく思うんですよね。で体張るっていうのはいろんなあの広い意味で言ってるんですけど、うん、なんか別に無茶しろっていうだけじゃなくて、あのーうん、本当にでも、あのー、そこまで体張って発言してんだなって思わせるっていうか、思ってもらうっていうか、やっぱ体張んないで遠くから言ってるだけだと、同じこと言ってても響かないだろうし、伝わらないだろうなって思うので、うんうん、まあそこで、あのー、巻き込めたらもう本当によっしゃーだし、巻き込まなくても、 滑っても、あのそこで肩体張ってるっていう、うん、そ,その一点において、信頼に、うんね、でしてくれたらなって思いますけどね、うんうん。それはね、なんかその教師の、さっき言った教師の授業態度とかっていうのは、ある種のどっかのタイミングでね、かけるものがあるっていうふうに、生徒側が感じるとね、傾、う、聴、ん、に値するみたいな。<laughs> うん やっぱりね、あの、まあ、僕も覚えてる中でね、その、日本史の先生で、江戸時代の、これも、あの、武蔵もやっぱカリキュラムとかないんで、その,えー、その先生は日本、江戸時代の一期の話しかしないんですけど、えー、<laughs> 江戸時代の一期の話に関する情熱はものすごくて、<laughs> <laughs> あの、ものすごいんですよね、その、なんか、藁話に当時のその資料とかをブワーってプリントしてって、<ー> <laughs> で、 とにかくね、もう、江戸時代の、だから、僕の同級生はみんな、その時代の、日本、江戸時代の一揆に関しては何な、なんとなく、なんとなくすり込まれてるみたいな、別に、好き嫌い別として、この情熱は認めざるを得ないみたいな、なんか分かんない、熱ですよね熱、熱いなみたいな。 もう机とか叩いてましたから、ね、バんぱバン,バンとか言って、<laughs> この時に立ち上がったんですとか言って、ーとかっ <laughs> <laughs> ね、そういうのっていうのはね、すごい面白かったなっていうのもあるし、宮台さん的なその感染じゃないですけど、こう態度とか言葉以外の、言、うん、外のなんか、振る舞いに感染するっていうことは絶対ありそうな気がしますよね。うんうん、やっぱり合理性の中から出てこないなって、やっぱ思いますそうですね、合理性の中から出てこないものって、やっぱいろいろあって、で特にその中学2年、3年、高1、高2とかって、ある種の感受性が非常に、 豊かなのと反抗期とかも含めて合理性じゃないものに感情っていうのがこう合理的なものを認めたくない感情っていうのはすごく働きやすい時期でもあるしなんかそうだからこそこうポンって入ってくるものもあると思うんですよねその隙間みたいな懐にねこれこの辺のねもうあの合理性じゃないところっていうのもその学校する体っていうタイトルはやっぱりある種の合理性からはみ出したところっていうのを すごくこう、広え、拾えてる感じの概念だなってい,思いますあ,さあ、本当、嬉しいです。うん、もう本当に今、合理化、合理化、合理化できてるので、うん、教育は、まあ、それに対するアンチ感はやっぱすごい込めてはいます。うん、はい。うん。だからね、なんか合理的に全部が進めた結果、ね、あの、合理的な人間が出来上がるってことでもないっていうことと。あ、おっしゃるとおり。こ <laughs> の通りなんです。 さっきのねその線引きっていう線引きっていうのをすることによって外側があるっていうことの意識にもなるともう、うんですはい。その辺はね、なんか結構、この矢野さんの方はね、割とエピソードがいろいろ紹介されてるんですけども、結構その一個一個がね、あのなんだろう、合理的な学校教育みたいなものが結構無縁なものが多くて、<laughs> <laughs> そこはすごくね、やっぱ。 っていうものが全体としてのその体験とを通じて、あの、人にどう響くかっていうところに結実していくっていうことですね。うんうん、で、えっ、ー、と、まあ、もう11時回ったんですけど、<あ>最後ね、はいはい、この本からコロナの教育っていうのがあったんですけども、はいはい、実際どう、今度、はい、ね、5、まあ、類だなんだって話も知ってますけど、はいはい、学校現場ああ今の状況ってどんな感じですかまさに今。えっとですね、 うんと、いろんな、あの、自分の勤務先以外の話もちらほらこう入ってきてますけど、うんうん、まあ、あの、ここさんえっ、ー、と、徐々に戻り始めてるっていうのが大きな流れで、うん、あとはですね、大体今がコロナの後にやり出した、例えば、こう、敷居をどこに作るかとか、距離をどんぐらい、あの、開けるかみたいな、細々としたものが、 えっと、どの学校もいろいろこう決めたと思うんですけどそれが今形骸化してる時期って感じですかね。あのね。だからそれってだからまあもちろん感染のあのー、危険性とかっていうのは全然変わってないんですけどやっぱりこう世論とともに動いてる部分もあるのでえー、こ,この行動原理 こ,このラインでやってるのに、いまだ箱物的にはこうなってるとか、その辺の今、ギャップがこう出だしてるところで、それが一個一個、じゃあ体育祭どうするとか、合唱コンクールどうするとか、授業どうするっていう個別なところに今、降りてる段階で、で,で、まあ、それ自体が元に戻すっていう流れの中で、まあ、来てるところだとは思います。ただ、もちろん、あの、感染。 するとか、家族が感染しましたとかは、もうずっと続けてあるので、まあその辺のバランス、どうちの娘には話しているのが、コロナ対策とかっていうのも、特に初期の未知の病気であるっていうところからだんだんなんとなく、こういう病気である。えーえー 分かっていって、わかんないときに取る対策と、分かってきてから、まあ、はい、変わる。で、その中で、まあ、特にその学校だったり、これあのブラック校則の話と結びつけて話してたんですけども、はいはい、まこれがある種その、不合理であったり、えー、説明がつかないことをやっているってなった時の、えー、その、教師がそれをどう説明するかっていう態度に注目してしなさいっていうのをうちの子供には言っていて、えーえーえー そういう時に、その教師が、例えば、決まったことだからとか、うん、ある種、思考停止の態度を取る場合は、もちろん、この校則に対する説明だったり、いろんなことに対する説明に対して、そういう態度を取る先生が、じゃあ、自分の教科でまともな話ができると、なぜ言えるかっていう話になるよっていうことでもあり、逆に言うと、まあ、この校則がこうなっているとか、 あのなんかそういったものの前提だったりっていうことを一応、患者さんにしてくれるような態度を取る先生だったら、まあ、他の話も信用できるんじゃないのみたいなことは、娘とは話していて、うんえー、これ、ブラック校則でね、例えば、髪型のいないにしろとか、下着の色なはいはいはい、で、はいはい、合理、えー、的に説明できないものを、あのー まあこれなんか朝日で最近、記事になったのが、なんか割とこれを生徒側が立ち上がって変えるみたいな、生徒の美談にしちゃってるけども、これ、生徒が頑張ったという美談で終わっていいのかっていうのと、うん、じゃあ、それまで皇族として存在していたときに、それに従っている教育委員会だったり、教師だったりも含めて、この振る舞いは何なんだっていうことを考えるっていうことが結構大事なんじゃないのっていうのは、割とうちでは話すようにしてて、うん。<laughs> で これあのとはいえ、例えば大文字の規則っていうものが決まったときある程度従わなきゃいけないっていう、うん、これは組織的な原理もありますよみたいなのも学んだほうがいいし、うん、この辺のバランスをに対してどう向き合ってるのかっていうのって、今実はこのコロナ禍って、すごく教育的なあの側面、教育に役立つ側面っていうか、うんうん、だから実は全校休校をした後に、 君ら学校休むんだってなったけど、あれは何の意味があったのかっていうことを説明してないっていのはやっぱまずいよねっていう話は、うん、<laughs> してるんですよね。ああー、素晴ばらしい、おっしゃる通りです。うん、うん、で別に、あれを打ち出したタイミングでは効果があるないの可能性っていうのは実はいろいろありえたと思うし、あのタイミングでじゃあ,こうあの、あの判断をするっていうのは、じゃあ、何の情報で何に基づいてあの判断をしたんだろう。でその結果、どういうことになったんだろうっていうことを。 大人が説明しないっていうのは、やっぱ振り回されてる側の子供にとっては非常に問題がある態度だよねっていう <laughs> のは、うん。まあね、休みだからよかったみたいな子も結構いるとは思うんですけど。うん、もちろん、もちろん。うん、いやー、そうなんですよね。まあ、一斉休校に関して言えば、全国一斉休校こう、まあ、三つぐらいこう、なんていうんですかね、要素があるで、ね、なぜ全国なのか、うん、なぜあのタイミングの一斉なのか。 なぜ休校なのかとかいう問えるんですけど、うん、まあ、あの、緊急、まあ、緊急だったんだろうなと思いつつも、うん、やっぱりそこに対して説明がないまま、やっぱり最後の卒業式をできなかった人たちが、うん、まあ、日本中にいたっていうことは、うん、まあ、ちょっとですね、あのー、ちょっとですね、これはもう、本当に、うん、ちょっと複雑な思いが、ありすぎますねあ、ありすぎるなって思いました。うん、で、 まあ、あのタイミングで良かったのかもしんないですけど、良かったにせよ、悪かったにせよ、まあ、説明なしでっていう、まあ、少なくとも自己的に説明しろよってやっぱすごい思いましたし、うん、でそ、そのまま説明がないまま大学生なり高校生なり中学生なりになった、うん、あるいは社会あのね、うん、働き出したっていうことは、やっぱこの本当ちょっとあの重いなって思った、思いましたね。うんうん、あとやっぱコロナ以降は、 一回こう、ルールの再編成が起こったわけですよね。で、うん、あの、もうおっしゃるとおり、本当にルールで決まってることだからって何も説明になってなくて、で、まあ一番楽だし、一番それ時が一番教員の権力が作動するときなんですよね。あの、それで、あの、素通りできてしまうっていうのは、うん、えー、教員だから起こってるだけなんです。あの非、非対照的な関係だから、 す通りできてるだけで、全然本当は何の説明にもなってなくてで、あとやっぱルールで決まってること、まあこの本にも書きましたけど、ルールで決まってることだからしたときに、ルールの妥当性が論理的に検証できないので、その言い方になると。 まあまさにコロナっていうのはそのルールが正しいのかっていうところから点検すべき時期だったのでまあそあの時にルールを決めてルールで決まったことだからっていうのはもう単純なトートロジーでしかないので何も説明しないぞっていうことをまあどれだけあの時自覚していた人がいたのかっていうことはまあ自分はあのもちろんやっぱそういうことはまあ思いながらいろんな話をしたつもりですけどあ,あの時何が起きていたのかっていうことはまあまあいろいろ、うん うん、考えますね、はい、あの卒業式でもね、この間、長岡文科省が、そのマスク云々の話で、まあなんか最初、最なんかその各家庭で判断してっていう国会でしその後と結局、ぶら下げでそれも否定するみたいな、うん、あの話と、まあ、厚労省の方は、逆に言うと、卒業式3月にありますって言って、 急にマスクに関するこうあの決まりをしても対応は難しいから、じゃあ1ヶ月ぐらい前に指示を出したほうがいいんじゃないかみたいな話をしていたりもして、うんで、この文科大臣の態度っていうのは各家庭で決めてっていうのって、うん、まあ自分たちは責任を負わないって話だけど、うん、各家庭の方も逆に言うと、 教育委員会だったり何だって決めてくれないと困るみたいな話で、これも自分たちでは決められないっていう意味で、あらゆる方面で自分たちの人が決めないみたいな、はい、<laughs> このコロナ対策で往々にして出てくるのが、誰がボールを持ってるのかっていうのが不明確で、はいはい、<laughs> しかもなんで誰がボールを持ってるのかが不明確なのも不明確みたいな、<laughs> すごい不明確の どんどんとこう、掛け合わさっていくっていう状態っていうのが、これを、まあ、実際に当事者である子どもたちがどう考えるかっていうのって、実は結構思考訓練としては、割といろんなことは学べると同時に、さっき矢野さんが言ったように、外ゆえに、例えば卒業式っていう体験をしてる、してないっていう差が出るっていうことって、これはどういう意味を本当は持つんだろうとかね。これはね、やっぱり、 あの修学旅行とかもしてないですよね、だから。で、結構これって、その、機械としては、すごく大きな機械損失なはずだしで、じゃあそれをどう補填するかっていうと、補填しようがないものでもあって、そのあたりのね、なんか、ね、だから保証して取り返しのつかないものは取り返せないんだから、はい、おしまいでしょうがなかったですっていうことでいいのかとかもね、すごい。 この辺はもう、ある種の、特にその、異性者だったり、教育委員会だったりとかの振る舞い方の問題だと思うんですよね。うんうん、はいはい。うん、だから、ね、なんかそういった機会を喪失させてしまったっていうことを考えた顔をして喋ってるかどうかとかっていうと、あんまそんな感じはしないんですけど、うー、んうん。でね、いろいろ忙しくてやることいっぱいあんだ、みたいなことを言うんだったら、まあ、じゃあ、ね、例えば、 今日まあなんかどっかのね、所長がそのピアノのレッスンなんて大したことないんだからみたいな、うん、あの、ことして炎上とかしてましたけど、そのピアノの発表会とかが中心になったっていうのは大したことじゃないだろうみたいな言って、炎上してた人もいましたが、誰にとって何が大したことあるかどうかっていうのはやっぱり違いますからね。いや、本当にそ、ね、その人にとってはね、うん、うん。だから、結構ね、このあたりの議論っていうのはどこで総括するんだろうっていうのがね、うん ねまあ、まだ渦中だって言えば、それは当然渦中だと思うんですけども、かといってもう3、特に最初の一斉休校とかがもう3年経ってますから、そうですね。うん。さすがにあれが何だったのかっていうのは、その教育上、それは明らかにする義務があるのではっていうふうには思いますけどね。うん。それはね、うん。いや、まあ、そう,いっそうですね。<お> <laughs> あれもだから、あの、あごめんなさい、あの、それも、一斉休校も、えっ、ー、とね、うん、確か、 最終判断の、えー、自粛のお願いかなんかかな、なんか責任が明確に多分やっぱりそれも所在がないんですよね、多分、うん、あの自治体か各学校での自主的な休校っていう立てつけになってたはずで、だからそれで逃げようとしてるなと思うんですけども、うん、もう本当にそこまで含めて、ですね本当にそれは腹立たしいですね。どううすんのあれっていう うんはい、まあね、あのー、今、えーと、冒頭でもお話したように、今2月、この間、中学受験が終わり、今度高校の試験があって、そして、まあ割と3学期ってのは短くてね、試験休みがあって、学校戻ってったと思ったら、もうすぐ春休みになっちゃうみたいな、いねうん、で卒業式、終業式と卒業式みたいなのがあって、4月に入学式になるっていう意味では、この時期ってなんか、あの 体感時間としてはね、やたらと学校短いみたいな。うんね、<laughs> 特にね、高三とかになるとね、あのセンター試験とか共通実施だなっていうのを受けてると、もう1月ぐらいからほぼ、はいはい、<laughs> 学校行かないみたいな感じだったのも、なんとなく思い出されるんですけれども、これ、あれ、教師になってからやらさん何年ですかえっと、まあ、非常勤講師時代つなのがありまして、うん、非常勤講師は2000、 9年からで、じゃ十四年で、うん、フルタイムになったのは、えー、っと、7年前からですね。まあまあ、あと3年で10年っていう感じで。ああ、そうですね、<laughs> 意外と、うんうん。7年ってことは、まあなんか一周して卒業して、いろいろ大人になってみたいな、ね、卒業生っていうのも、そこそこいるって感じですもんね。そうですね、はい。就職しましたとか、うん、そういう、こう。 来てくれる感じうんうん、うん、面白いですよね、そのこう自分が教えた人がこう成長していく様を見,見続けるっていうのもね、実は、なかなかね、こう観測する場所、常に常にこう通り過ぎていくわけですよね、生徒たちはね。そ,うねそれはなんか、ある種、こういい立場だなぁと思うし。 なんか、不思議な感覚ですねこう。ある種の定点観測になるわけですよ、ね、そうですね。そうですね。うんうん、なんか、あのー、僕、やっぱあの、のキッズリターンって映画のね、はいはい、あのー、森本レオが先生役やっててね、なんかあの、の校舎の外を眺めると、なんか似たような、台代わりして似たようなことをやってる奴らがいるみたいな、<laughs> あのー、目線とかもね、なんとなく、こう、教師の目線っていうので、うん 印象的だったりもしますけど、ねうん、確かになんか、ループしてる感じはありますね。なんか、傾向パターン的なものをやっぱ、ループしてる感覚はあります、うん、あ,ありますね、なんか。うん、うん。なんだろうな。確かにそういう意味では、すごい不思議だな。なんか、部活とかも、引退を目指して、目指してっていうか、引退をなんか、ある種こうやって、現役の時はもう、絶対もう、引退したらもう二度とやりたくないとかって思いながらも、 ただ、あの、まあ、あがむしゃに頑張るって感じですけど、永遠にやってるから、うんまあ、ちょっとそこは不思議な感じしません、ね。確かうん。えー、部活とかもね。まあでも、うん。僕なんかもその、今年の新年会、高校サッカー部の仲間と、卒業以来集まってみたいなね。あって27年ぶりとか。<laughs> <laughs> うん。まあただ、やっぱりある種、 その時期の濃密な時間を過ごしたことっていうのがね、27年後ぐらいになると、なんかいろいろ意味が分かってくるところもあったりとか、<laughs> うん、えっとそ,そういった意味でねこう学校、中学、高校のときにあったことっていうのが何だったのかっていうのを、ちゃんと分かるのって結構それぐらい時間が必要かもしれないですね。あそ、うん、そうですすね、うん、なんかすごいその時キャプテンだだったやつ 時期っていうのはキャプテンという役割を果たすのに必死で、うん、細かいことなんも覚えてないみたいな、<laughs> 求められるキャプテン像をやるっていうことに、すごくすごい神経を使ってたみたいな、えー、当時、僕らからしてみれば頼れるキャプテンだと思ってたわけですけど、えー、やっぱりそれは結構苦しかった、ああなるほどキャプテンであるということが。 だからすごいその時期の,そのキャプテン時代っていうのは灰色の記憶として残ってるっていうて。あ,<ー>ああ、そうだったんだみたいな。こっちは結構甘えてたなみたいな。<ー> <laughs> やっぱ言っても同じ年齢のね、うん、その同じ高校生だったりするわけだから、やっぱりキャプテンだったりとかっていう役職を与えられてね、うん、で特別扱いされて、何かした行事事ごととかに引っ張り出されたり、挨拶とかしに行ったりとかっていうのは、実は、 結構荷が重い話だったりもするし、うん、あんまりその時は想像してなかったんですけど、なんか向いてるからこいつがキャプテンねみたいな <laughs>、世話焼きだしとか、うん、あの大事な時に最初に発言するからキャプテンねみたいなふうになってた感じだったと思うんですけど、まあやってた本には結構きつかったんだな、みたいな僕もキャプテンだったんです。あ、キャプテンですか。うんうん、なんか、顧問と他の友達をつなぐっていう、うん、中間管理職的な感じだなと思いながら。うん うん、やってましたね、うん、まあそうですよね、うんうん、あのアルファっていうラ,あのラップグループの和田って、おの、はい、和田は野球部のキャプテンで、野球部のキャプテンで勝つ補欠っていうポジションで、ね、<laughs> <ー>最初に挨拶に行ったとベンチに座って試合に出ないっていう <laughs>、<laughs> すごいね、な、うん何だったんだ、俺はみたいな。 キャプテンの補欠とかマジしんどかったよみたいな <laughs>。<laughs> でもまあね、なんかそういうのとかいろいろありますけどね。でも、こういう経験っていうのもね、なんか、もちろん部活っていうのもしんどさもあったりとかいろいろあると思うんですけど、うん、なんか、ある種、あの時にそういった枠組みがあったからこそ得られた経験とかやっぱたくさんあったと思うし、いい悪いっていうのがね、 なん,なんとなく、こうその時の感情だけではないものというのがあるなっていう改めて思いましたうた、ん、はい、いあのちょっと長くなってしまいましたので、うんまあ、そのあま今日話したようなことをとうもうの短所となるようなことがたくさん載っている本、これ、ね、「将軍者から」えー、「いる学校するからだ」はい、これがですね、僕もね。 帯分をトンと提供してます、はい、<laughs> で今ね、それこそ、あの学校に通っている、学校の当事者っていうのは、まあ、生徒、先生とか、働いてる事務の人とかね、あのー、と、僕は今、保護者という形でね、当事、うん、者になっていて、で、保護者保護者として、なんだろう、どの程度関与すべきかみたいな、僕はゃ、はい、全然関与してないんですけども、全然関与してないけど、全然関与してないのもどうなんだみたいなのとか、いろいろ、<laughs> あのー、 考えさせられてでその時にやっぱりこういった本があると非常に考えで,役に立ちますでねあの同時にやっぱり教育が大事だみたいなことってねその少子化対策で何度でも叫ばれてますけどもじゃあ実際それがどういう場所でどういうふうに行われているのかっていうことをちゃんと見ないことにはか大文字の教育が大事だよねみたいな話ってするのは簡単なんですけども。うん 実際には結構いろいろな細胞がうごめいているっていうね、動いて全体になっていくんだっていう、このイメージ持てるといいかなと思います。えー、はい、はいえー。矢野さんから何か告知金銀,銀でありますか告知、そうですね。そうですね。えー、っと、全然また別なんですけど、うん、コンピ、コン僕がセレクトしたコンピがソニーから電話した。<お>あ<の>ソニーから。日本の R&B。B をうん 二枚組、えーうん、集めて、そうですね。リブロとか入ってます。うん、おお、アラウンドビーっていう,う対話ね。うん。まあアラウドビーっていう枠で、えー、あとバードのリアライズ、水健、うん、とデ、うん、ブラディさんが入ってやつとか、うん、まあそれちょっとヒップホップリスナーも聴るような。うん、たま まあそうです一番直近の仕事、実はこれなので、CD の線で出してください。水剣、ね、バードのバードさんのラップ、超かわいい。あめっちゃいいですよね。<laughs> めっちゃくちゃいいですね。めっちゃいいすよね。あれ、リブロの対話って島野百恵さんが歌ってるんですかそうです、そうです。はい。そうですよね。うん。おなかか懐かしい。なんかね、あの矢野さんは Facebook でも僕つながっていてね、それこそ,そのニューソウル、ディアンジェロとか、はいこ、は、う、い、流れとかの。 あのエリカ・バドゥーだとかね、文脈に与えてきたものだったりとかっていうあの話もされていてで、僕ね、日本のその辺のソウルって、宇多田,田ヒカルのファーストアルバムが出た直後に、えーえー、たぶん J ・ネイの誰かが、えーえー、J&B っていうジャンルを作ろうとしたです。J&B、ジャパニーズ、R ・ R&B を、はい、ジャパニーズ・アンド・ブルースとか言って、 なん、えー、なんて、J&B っていう。えー、で、これからは宇多田ヒカルなどを中心として J&B 税が、って言って、誰も使わずに定着しなかったっていう。いいそれはねえだろうとか思って、まあ、それこそ、ミ i シャ二2 5周年とかですよね。で、やっぱり90年代の末ぐらいに、わーってこう。そうですね。はい。で、特にね、当時はね、 あの、ウーフィンっていう雑誌が、ウーフィンドも読んでました。をかなり多めに扱っていて、あのでも、シングル1枚の子とかねその、もう結構紹介されている意味では、そのウーフィンのインタビューしかないみたいな人も結構。あ,<ー> <laughs> あの、まあ、ともとにかくね、あの、で、実はね、シングル1枚で終わっているからこれダメかっていうと、やっぱり今聞くとね、そういうシンガーとかがね、すごい、 いい曲を出してたりとか、いろいろあるのでね。はい、あの、なんか、まあ、90年代っていうもの自体がすごく今、ね、あの、時間が経って、見直されているという再評価っていういろんな形で、それこそ、ま、あの、韓国のね、ブラックピンクとかが、t l とかをすごく参照にした曲をしてたりとかっていう。まあ、あニュージーンズとかもね、そうです、うん。 だから、ああ、なるほどな、みたいなね。<laughs> ところもあるので。まあ、じゃあ、矢野さんのね、このコンピレーション、ソニーからの。はい。これ、タイトルはえっと。これ、オルデライト、まあ、オルデライトシティポップスが一個前にあったらしいんですけど、うん、オルデライト JR&B、b うん、ニュースタンダードポジャパニーズド b っていうことで、うんうん、はい、そういうタイトルです。うん、ねあの、あの、あの、すごくね、実は、 傑作あの、サウンドプロダクション的にもね、すごく割と実験的なことをね、ね試みられてするっていうのがね。はい,はい、解説も書いてるので、<あ>ぜひぜひ。よかったです。はい、ということで、矢野田柊弘さん、あの学校それから本で出ているのと、なんだね、あのノビーのコンピレーションが出てるんです、すごい幅広さ、うん、それだけでもね、<laughs> 幅広さがだいぶわかると思います。うん、もう、はい、えー、今日もたくさんね、うん、お話。 えー、していただきました。えっ、ー、と、じゃあね、うん。あの、ちょっとまた、あの、テーマ、トピックス、いろいろ固まったらぜひ、えー、ご視聴のをお願いしたいと思います。遅い時間までありがとうございました。ありがとうございました。はい。それじゃあ、配信の方はここで切っちゃいます。うん